松浦優也の、三文役者映画砲弾というわけでですね、今日のね、ゲストはですね加藤新介さんになります。おめでとうございます。加藤さん今やね注目の若手、若手じゃないよね、中堅の中堅の俳優さんということで、話題作小野田、あとですね東京国際映画祭に奥田組で、あれ何でしたっけ、あの誰かの花ですかね、誰かの花、はい、違うんだよとしたね今ね注目作が目白押しの俳優さんでございます。今日はですねざっくばらんに、ギャラのねあの割合とかそういうのを全部聞いていきたいと思います。全然関係ない作品ね、はい。ということで、あ、傍観者ちょっと見切れてますよ、傍観者って言うんですか、せめて観客って傍観者って言ったらボケっと見てる人みたいになっちゃうけど、なんか絡むの無理よいやいや、すっごい隙間を与えて絡まないとただ喋っただけになっちゃうじゃないですかそういうことで盛り上がってまいりました、はい。僕どこに来たんでしたっけ今日。今日ねお茶ラボ。お茶ラボじゃない。映画放談じゃない方。映画放談。固まってない。あの固まってない。森さんがねあのいろんなところに連載持っちゃって、はいはい、ちょっと忙しいと。あ、そうなんだ。あの文化人を気取ってこれから執筆活動にあの、はいはいはい、集中するということで、はいはい、こちらの森さんも今日置いてるからあんまり喋れない。森さんっぽいだけ。あの YouTube の方はですね僕と加藤さんに任せてくれるということなので。はい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 。ということで、始まりました松浦優也の映画放談という。そっくりさんもよろしくお願いします。森さんどうぞ。そうそうよろしいですか。満足しましたもん。はい。はい、まずくだらないアドリブが時間だったんですけどありまして、はい、始まりました。今編集点喉使い今編集点作ったあの人は分かるんだ俺は。喉疲れちゃって水飲んでさ、よろしいですか。はい、はい、お待たせいたしました、はい、というわけで、はい、冒頭のは適当につまんで流してください。始まりました勝ち弁シネマクラブでございます、はい、よっ あ, ありがとうございます。勝ち弁シネマクラブ一番テンション高い、こっちに来たかった映画放談じゃなくて。この番組の MC を務めさせていただきます映画評論家の森などと申します。森さん、うるさいな裾まんわ3時間かな収録がね、はい、はい。今回は、はい、日本兵をね2人の日本兵を招集させていただいてあります。赤髪で、はい、10月8日より、大絶賛公開中あるんですね。小野田一万円を超えてにご出演の松浦優也さんと加藤新介さんでございます。いいよ、お願いしますよ。2回目よ加藤さんなんか僕初めてです。あ、初めましてお会いできた光栄でございます。いやいや、喧嘩するとき呼ばなかったってことですか。いや、まだやってない。あ、やってなかった。失言やってないから。これ椅子がさ、立派すぎて俺なんかそわそわしちゃう。これ進むんかこれ。箱を曲げて箱を曲がない摂取しても。松浦さん、お久しぶりでございます。お久しぶりです。あの、三崎の兄弟チームで出ていただきまして、勝弁シネマクラブレギュラー俳優になってまいりました松浦優也でございます。埼玉県は所沢市よりやってまいりました。まあ、2回目なんで2回目ということで、まあでも大変なご活躍で何よりよく言うよ森さん。森さんのおかげで僕はね、3年前あの三崎の兄弟で3年も経つか。もう3年ですよね、あ、3年うん、多分3年ぐらい3年近いぐらい、うん、3年近いぐらいですね。そうですね3年近いかもしれない、はい、そう、もうなんかあっという間でございます。お二人同い年でしょ。そう、あの俳優部が不作と言われた
花の81年組ずっと谷間ずっと谷間そうだよね代表的な、ね、俳優さんいっぱいいますいっぱいいます池脇さんが同期ぐらいじゃないですか池脇しずるさん81年死んないまま自分やめてくれる完全にそれ俺たち死んじまってたらどうすんのよ俺たちが一歩を取ろうみたいなそうそうそう結構池脇さん池脇さんあと要さん要潤さんあの足立由美さん、あそう足立由美さんね、大丈夫この話やめとおめえ。お二人いつから仲良しなんですか？でも小野田ですよ、ね。小野田で始めました。そうなんか共演したことないっすよね。ないなかった。そう僕もねなんあれないよなとか。でもまあ別にねそれ以外の知りお知り合いとかであると思うんで。でもね飲んだりもしてなかったですよね。なかったですね。近いところはもちろん。そうそう、あったんですけど、まあ僕は一方的に。拝見をしていて、うん、加藤さんもちろんあ素晴らしい俳優だなと思ってあの、はい、松浦いい俳優リストにこうリストアップしたんですけどでも年下だと思ってたんですよね俺のことハドルさみたいな感じで来て今は加藤さんね加藤さんって呼んでるんですけど加藤君のテンションでいったら同い年だったんです僕ね、そういうの多いんだよ。この間の現場で同い年だからいいじゃないですか。別にいいのよ。何とかもないのに、加藤さん、加藤さん、すみません、僕、タメだって知らなくて。別にいいじゃん。タメだったんですね。年齢はね、この間現場で、阿部亮平さん。はいはいはい。阿部亮平さんも僕、年下と思って、阿部くん、阿部くんって言ったんですよ。そして帰りのロケバスの中で、実は年上だったんですよ。別に気にしなくていいですよ。気にするわけじゃない。やばい。いや、僕、年齢でやっぱあれだと思う。面白いですね。加藤さん、同期でございます。同期はい。まあ、今日はよろしくお願いします。お願いします。同期です。すごい映画なんでね。そう、これ、だから、僕ね、めちゃめちゃ良かったですよ。また。森さんはね、いやいやいや、毎回言うの毎回言うそんなことないよなんか出ないと1ヶ月も公開かかってるのにお呼びしないいや、本当もうじきね、ここ終わっちゃうからすいません大丈夫、大丈夫ですえ、どう客入りはどうなんですか、お客さんはなんか、ね、年齢層が後期高齢者しか来てないもったいないいや、本当にねもったいないねちょっと若い方にねぜひお届けしたいなとそうなんですよね、はい、いや僕マジででもあの1000メリぐらいなんかすごい映画が今の時代作られるんだセントのメリークリスマスねだと思うでちょっとびっくりしたでしょ感動しました本当あの森さんその話を5分以内にまとめて全部語っていただく5分も喋んのそれ逆に喋りたくないんだけど全然ないし褒められるの聞きたいだけいやもうあんまないから僕はそんなことない何かないホントに本当にいやそれでちょっとねいろいろお聞きしたいんですよ今日はあら何でしょうかはいでねプレス資料を見たら制作スケジュールってさらっと書いてあってはいはい撮影が2018年12月から2019年3月とあるわけですでね、はい、あの岬の京都どこ行くの？はい、どこ行くの？回ってるよカメラ。はい、なんか撮りに行った。うん、そう。いろいろね、はい、あの岬の兄弟の、はい、あ資料ね、はい、あの劇場公開が2019年3月1日。そうなんです。そうなんですよ。だから、はい、その辺で会ってるじゃないですか。活弁でも会ってます。ということはカンボジアから帰ってきたばっかりだった。直後です。全然知らなかった。僕ですね。殿山泰治さんの三文役者のエッセイあるじゃないですかはいはいはい有名なあれに触発されまして長期ロケの絵必ず日記を書いているんですそれは劇中でも書いてたしご自身でも書いていたもちろんもちろんでですね書いてありますね2018年12月6日木曜日5時40分所沢発成田行きの高速バス3100円つまりとかよかったね、はい、12月6日にカンボジアに向けて出発しましたそしてですね最後の日記がですね2冊にわたって書いてありますめちゃめちゃ長かったですね2019年2月3日じゃあ1ヶ月前にお会いするぐらいの前3週間ぐらい前に帰ってきてカンボジアから日本に帰還したばっかり帰還したばっかり思ってなかったから当時はでも正直言ってこれ日本で公開されるか決まってなかったんですよそうですねああ結構前ですもんねそうですね一応言っとくと
主な舞台設定はフィリピンのあのウバンク島なんですけども、撮影はカンボジアでやったんですよね。そうです、はい。ルバング島で実際撮ろうとしたら、うん、IS の支配地域だったらしくてそれでなんかガチな話で正常不安定、ね、正常不安定のためちょっと現地では撮れませんみたいになったらしい。あといちいち島に行き来するのが大変だ。そうそう大変だった。そう1時間ぐらい島にね通わないといけないっていう。でも地形って似てるんですか、ルバング島とこの島がカンボジアの。どうなんですかね、ルバング島。実際にルバング島また鋭いところは森さん。ちょっと気になったんだけど、でもその拠点になってる町から、うん、そのジャングルもあり海もあり近いってことですね。そうなんかいろいろものが揃ってるような、うん、そうだからあので劇中であの地図でその、オドナと小塚、松浦さんに言られた小塚があの自分たちの好きな名前を地名につけていくとか、はい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 、そう、はい、あの何だっけ、な誰の父、マチコの父、はい、こんな映画でもこんなことしてるのかと思う。上場組で散々やってきましたから。歴史ある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 。そう、現場だね。めちゃめちゃ受けたけど。あ、本当ですか。カンボジア行こうがフランス映画出ようがやってることも変わらない。そう、すいません。それでそう、あの、はい、それでそもそも81年生まれのお二人がこの小野田博夫さんのことをご存知でした。どうでしょう、詳しくは知らなかったですね。そうですよね、横井さんじゃない方みたいな、横井翔一さんぐらいしか分かんなかった。これはね、でも松田さんは詳しかったですもんね。あの僕はあのたまたまって感じですね、小野田さんのことは。なんかそれざっくりとした概要みたいなことしか、うん、なるほど、なるほど。でも、そうですよね。松本さん、なんで詳しかったんですか？僕、なんかそういうの、好きだったっていうか。好きそうですよね。なんか、さすが教養がある。教養がない。教養が深い。小金井高校卒業して、高卒でございます。すいません。いや、でも本当にその、横井翔一さんは72年で、グアムなんですね、発見されたのが。うん、で、小野田さん74年で、で、僕、お二人は10歳上なんですけども、それでも、リアルでは知らないんですよ。そうですよね。ただね、これね、ちょっと僕覚えてて探してきたんですよ、今日。ちょっと待って、おばきゅう、はい。あ、知ってる？この、おばきゅうの中にね、この戦争は終わったのにっていう章があって、はい、話が。これ、見えてますか？寄った方がいいかな？これ、ね、ちょっと印刷入れます。はい。ほんとね、はい、あ、でも調べたら、はい、1964年に書かれたものだからまだこの事件がある全然前なんですけども、はい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 、その残留日本兵っていうのがやっぱ戦後の日本において結構そうこういう問題意識が続いてたんだなっていうことがよくわかるというか、なんかお化けの中にこれ本当ね、斧だと小塚みたいな話なんですよ。ちょっと読む時間チラッと見ていただければそう、いやなんかね、だからこういうのがあるんですよ、ね、はい、そうそうそう、うん、なんかすごい似てる、うんね、この映画に似てる感じなんですけど、おろろろ、まあ、適当なところで、ね、ちょっと時間かかっちゃう。これ64年みたいですね、うん、でも僕そのだからその追体験的にこれの記憶があって、はい、だからなんとなくその、雰囲気はやっぱ知ってたけど、ただやっぱり横井翔一さんと小野田さんの区別っていうのがそんなについていない、うんうんうん、恥ずかしながら帰ってまいりました、どっちだったっけみたいな、まあ、横井さんなんですけどね、はい、で、まあ、そういう中で、松浦さんがまあちょっと整理すると演じたのはその小塚錦七と一等兵の若い時、はい、でこれはまあ、小野田グループといいますか4人の中のね、まあ、お二人そうなんですけども、で加藤さんが島田翔一伍長、はい、で小野田陸軍少尉 の、 その、ルバンゴ守備隊の一員だった人物で、この、あと、赤津小野田、はい、若い赤津と、小野田の、リーダーで4人で、まあ、基本メインになるという感じでございます。これ全員オーディションを受けての出演だったって聞いたんですけども、井之脇君はオファーだったかもしれないですね。あ、そうなんだ。で、ね、遠藤君はもう芝居見せてるんじゃないですかね。見せてるんだ、うん、あ、そうなんだ。あ、そうなんだ。あ、いや、確かそうかも。そうですよね、オーディション受けたんだよね、うん、あ、そうなんですね、うん、じゃあお二人はオーディション僕は、そうですね、はい、後の方でしょ、僕は。あ、僕も、うん、俺最後だったもん。
いやいや、俺が最後です、多分。何の喧嘩やろ。始まったよ。やる前になんか、あの、野坂昭之、大島渚を再現すると言っても全くやらないから、ね。喋る楽しみだ。いやそう、そう、僕、夏なんすよ。それいつの夏なんですか？ 2018 年、 8年の夏か。じゃあ直前、行く前に直前なんですか？3ヶ月ぐらい前で。1月、頭そうなんですよ、ね。ね、12月行ったから、11、19、13、8だから。11、19、3、8。8だから、そう3、4ヶ月。そうですよね。無駄な計算。え、じゃあ結構その、直前にオーディション、動き出したって感じだったんですか、この期間って。実際アルチュールは多分2年ぐらい前から結構、アルチュールアラリ監督ね。かっこいいじゃないですか、アルチュールは。すいません、ちょっとね、ね、フランスの、いや、ね、やってきたからアルチュールって呼び捨てにして。あいつもアルチュールも同い年。あ、そう、アルチュールも同い年でしょ。81年。そう、実はね、花の81年、81年組、タメで監督もタメでっていう。アルチュールさんが2年ぐらい前から結構日本に来て俳優と会ってたらしくて、うん、あ、なるほど。で、先行して1年ぐらい前から、うん、多分オーディションってビデオオーディション結構やったらしいんですよ。なるほど。その頃はご存知なかった、オーディション自体を。僕は声かけられたんですけど、僕はちょっと受けてなくて。あ、それはなぜ。おそうですね、僕はですね、その台本を全部読めなくて抜粋台本だったんですよ。え、ちなみにそれ本当に聞きたかったんですけど、はい、台本は日本語にちゃんと訳されてるわ。訳されてました。最終的にいただいたのは全部横書きで、うん、こういうノートなんていうの、バインダーじゃないけど、こういう簡易的な、簡易的な、こう丸い穴がいっぱい開いてる、はいはいはい、パッチンのやつ、パッチンのやつ、ね、で作られた、製本されたのが日本語版で、うん、多分決定稿前から日本語には訳してもらってて、そうですね、準備稿から、はい、あって、それは手元にありましたかね、決まってからは。あ、でもじゃあその最初はあんまり受けようっていう感じではなかったんですか？そうですね、これ大事、小野田さんが結局晩年その日本会議にこう加わっていたり、はい、その靖国参拝のこととかも見てて、はい、日本会議っていうのはね、まあかなり右寄りの、まあ、そうですね、民族的な講習団というか、はい、はい、で僕はちょっと多分思想的には真逆なんでそうでしょうね、でそういう人をもしこうなんていうのかな、賛美するような映画になっていたら僕はちょっと参加したくないなっていうところがあって、それでちょっと最初の2回は、本を 読めなかったんで、そうか、読むまでにちょっとやっぱ抵抗があったと。そうですね、はい、うん、まあ、ヒロイックな斧を出すようになっていたらちょっとしんどいなっていう感じがあった。そうですね、まあ俺じゃなくていいかなっていう、それはすごくよく分かります。夏僕が受けた時にはありましたよね、確かに。準備校俺ね、その時にはもらったっすね。そうですね、俺も読んで決めた。加藤さんはじゃあ、うん、その読んでから決めたっていう。そうですね、僕がオーディション呼んでもらったその夏の時で、うんうん、その時にはもうなんか一緒に脚本が届いてました。なるほど、なるほど。だからそれ読んで受けてみようという、うん、読んでみると、じゃあその想像していた物語とはちょっと違ったっていうのが松浦さんもあったということですか？だいぶ違いましたね。あ、これだったらすごく史実を調べて、まさかフランスの監督が脚本にするなんて、ね。いや、だから僕ね、それがね、すごいなと思ったんですよ、うん、つまり、やっぱりまだ日本の映画ってこういうその海外合作って割と負のイメージが強いんですよ。コミュニケーションがなんか現場でうまくいかないのか、うん、制作でいろんな、障害が起こるのか、うん、何かこうふやけたものになる、うん、大味なものになる、うん、場合が多い、うん、でもこれね全然大丈夫ですよね。ディテールもすごいなと思って見てましたから、スケール感もすごいし、うん、だからどうやって出来上がっていったのかすごい不思議で、うん、どうやって、いつの間にかできてましたよね。いつの間にかできてた
ちなみにそのアルチュールさん、アルチュールアラリ監督のこの一作目の汚れたダイヤモンドっていうのは、これはお二人ご覧になって、はい、見ました、はい、タイミングとしてはどの辺でご覧になったんですか。入る前に公開の時に、あ、2017年だから、はい、さすがでございます、はい、加藤さんはね、そうなんでシネフィルなんで、あなたに言われたみたいな、決まってから慌てて慌ててこれ見ないというキスティングの方にあの前作送ってくださいって言ってまあでも、まあ、真面目なやっぱ見といた方がいい見た、ね、いやで傑作だったんですよ、これこれがいい映画なんですよね、すごいですね、ちょっとあのぜひね、これを視聴者の皆さんにはね、おすすめしたい。今まずこっち。ああ、そうです。まずこっち。DVD になってますから。あ、そうです。なってますよ。なってないの。なってない。はい、なってないのか。あ、なってないかもね。なってないのか。結構見れないと思うんだよ。あら、じゃあちょっと今それが。あ、そう。ちょっと僕もだから、そう、あの、はい、ね、当時見て以来チェックしてないから、そうなんですね。じゃあ、気軽に見れないのはもったいないですね。なってないです、ね。あ、じゃあ俺、あれダビングしてもらったのかな。あ、でもなんかリンクかなんか、あ、もらいましたね。あ、そうなんですね。俺、インクで見れなかったから、多分焼いてくれたんだわ。何の話だよ。だ、言えば、あの。家に行けば。ダメ。いや、ダメだわ。松田さん家に行けば。バカやろ。海賊版みたいな。いい話だ。そうそう、だから、あの、ね、劇場で見てない方はなかなか見る機会がないかもしれない。そう、もったいないですね。でもこれが、まあ、いわゆるノワールでね、そうですね、犯罪映画なんですけども、すごくきっちりできた、うん、びっくりしましたね。うん、だこの監督だったらっていうところはありますよね。そうですね、結構見た時に、あ、古い撮り方するなっていうので、あの81年生まれっていうとどっちか分かれると思うんですけども、うん、これかなりそのオールドスクールな、うん、あのガチッとした犯罪映画を撮られる方で、でジャンル映画の感じもあるから、うん、となるとっていう感じは相当働きますよ。なるほど。そうな、まあ、あのアルチュールはアルチュール監督がすごく、うん、あの、まあ、シネフィルだし、その日本映画もすごく見られてて、らしいですね、うん、ちょっとね、これ現場で飲んだ時に驚いたんですよ。あ、結構映画の話されたんですか。しましたね、うん、例えばあの、まあ、もちろん溝口さんとか、うん、あの増村さんとかの話ももちろん通じるし、はい、僕が驚いたのは、はい、あの剣魚、あの 森一生監督の、はいはいはい、あの、ね、知らない剣魚、はいはいはい、の話をしたら、マジでって言って、すごいな。僕ね、あのそれ勝新太郎さんが、まだあれです、座頭市やる前ですよね。そうですね、あの白黒で森一生監督で、はい、知らない剣魚という映画をやって、松浦さんもすごいですね。それやっぱご覧になってるの。俺ね、まさか見てるとは思わないから、どうやってやってんのかな、プランス。あのアルチュール知らないだろうお前みたいな感じ。ちょっと上から、マウント取りに行ったら返された。そう、トムあの兄貴のトムとあのトム・アラリさんが撮影監督、撮影監督、カメラマンやられて、カメラマンの、そうそう、これもそうなんですけどね、汚れたダイヤモンド、ダイヤモンド、そう、あの書いてないか、あ、書いてある、あれちょっと待って、書いてます、ね、書いてます、トム・アラリさんっていうのが兄貴なんですよ。はい、でアルチュールの兄貴で、うん、撮影監督をやられてる、うん、でその2人がね、またシネフィルですごいっすね。知らない剣魚の話をした時にニヤッとしながら2人で顔を見合わせて、知ってますって言ったしかもその放題言って分かる、日本台で分かるの。あのね、ああ俺説明したかも、あんまの話で、なるほど、内容言えば監督とデータ内容で、確かみんなで見つかった時に、そう、面々った時に、はあ、あれねみたいな感じで、わあすごい監督だなと思って。これはガチですね。いやー、いいですね、素晴らしい。あのやっぱ日本の映画をすごく見て、俳優とかあのその演出の仕方とかを学んでたんじゃないかなと思って、あの伸びの話とかされてました。なるほど、なるほど。あのもちろん塚本さんのもそうだし、はい、市川さんの監督もそうだし、すごいね、そういう話を通じました。やっぱりだから日本の映画を通して日本にも興味があったっていうところがあるのかもしれないですよね。思いますね。やっぱりその伸びって似てますからね、まず、うん、あの大岡翔平伸びと、はい、この小野田映画はすごく通じるなと思いましたしね、うん、ちょっと本当そうだから細かいこといっぱいお聞きしたくて、はいはい、じゃあ、まあ、決まるじゃないですか、はいはい、でその時からもうあれなんですか、その小塚と島田っていうところで決まったんですか。そう
確かそうです、ね、決まった時には、決まった時には役者さんはオーディションはなんか違うの受けたりとか、はい、なるほど、オーディションはまあ行って、はい、どの役に当たるかわからないかっていう感じ、うん、そうでしたね。俺の時最初ビデオオーディションで、うん、それ監督立ち会ってなくて、でそれ通ってで監督来日してミュージカルにオーディションみたいな、うん、その時にはもうこの割り振りになってましたね、うん、へえ。でなんかそれがリハーサルみたいな扱いになってる人と、はいはい、これとかまだ本決まりじゃ ない状態だったから、うん、最終オーディションっていう緊張感の中、うん、いる人とかなんか入り混じった気がする。ああ、そうだったかも、まあ、数多いですしね。なんか、うん、何人か俺じゃない島田とやったみたいな感じだったかもね。あ、そうなんだ。だから俺最後だったんだって思ってるんですよ。へえ。あ、そう、そう、何日間かあったんですよ。1週間ぐらい、1週間ぐらい行きますとか全然覚えてない。大丈夫、俺日記書いてないことを全部忘れた。すみません、もう日頃から書こう。そう、日頃から毎日書こう。今書きながらやろ。でもそうだったかも。あの、なんか、なんかオーディションや、オーディションなのかそのリハーサルなのか微妙なラインで、うん、そう、ビデオを回しながらアルチュールとやったんですよね。じゃあこう本当になんかこうなんかずるっといきながらもうイメージが固まるところで決めたっていうような流れがあるんですね、入る感じ、うん、でも遠藤君とか井上君はもう、はいはい、あの決まってた、ね、決まってた、うん、決まってましたね。そっか、そうそうそう、でも面白いな。そもそも、はい、その小塚金糸と島田庄一ってあの資料とか残ってるんですか。あの小塚に関しては一冊だけ取ってて、ね、最後の戦士兵小塚金七っていうのが、うん、小塚の方あるの。あるんですよ、すごいな、うん、僕は実際それあの拝読して、はい、まあ、一応参考程度に読んどきましたけど、うん、島田はでも話に出てくるぐらいですよね。こういう人物だったみたいのは出てきますけど、でも脚本と結構それはやっぱ乖離してたから、そうですね、あんまり気にせずに脚本の方に寄ってたんですよ僕は。じゃあその脚本ってかなり細かく書いてたんですか、ディテールも。結構細かかったですよね。細かかったですね。なんかそうなの、初期の方、うん、あの撮影始まる前にこっちであの松井博さんが、はいはい、コーディネートしてくれたんですけど、はい、プロデューサーとか、はい、松井さんがそのとがきの分量を見て、うん、こんな細けえのどうやって撮るんだよってなるぐらい細かいとがきがブワーって書いてあったのは覚えてます、ね、すごいイメージは湧きやすいけど、うん、この通りやろうと思うと、うん、結構なんか緊張しちゃいそうな、うん、そうなんですね、ことが書いてあって、なんかアルチュールに撮影中にすごい細かいよねみたいな話を、うん、松浦さんかな誰かがした時に、うん、な普段もやっぱ結構とがきの量が多いけど、うん、今回やっぱその言語の問題とか文化のが違うとかがあるから、どのくらい自分のやりたいことを汲み取ってもらうかめっちゃ不安だったから書いてる時、うん、とりあえずめっちゃ書いたみたいなことはなんかすごい実は覚えてます、うんうん、じゃあそれが全部映画に反映されてるわけではないが、とりあえず設計図にはめちゃめちゃ書いてた、はい、そうですね、うん、結構反映されてるっすよね、されてる、まあ多分あのとがきからこうはみ出るシーンももちろんあるんですけど、うんうん、でも基本的にはそこまで大枠崩すっていう感じの撮影ではなかった。でも確かにこれ見てたらかっちり撮るタイプっていう気はしますよね。そうそう、うん、だからそんなにその設計から外れたことは現場でもしないだろうですね、うん、実際そうだったわけですね。じゃあちょっとお聞きしたいんですけども、はい、例えばですよ、はい、あの加藤さんがこう銃を構えながら、はい、あれ佐渡の小遊太ですか。ああ佐渡家さん、佐渡家さんか、あのちょっと口ずさむような、はい、もう本当聞こえるか聞こえないかの感じで佐渡、はい、佐渡家さんを、はい、あれも脚本に書いてる。あれは書いてあったっすよね。どんなフランス人。全然書いてあります、そうなんすか。北漫だよりとか、うん、書いてあった、全部あの指定があったし、すごいな。で2番を歌うとか思ってた。急に、なんかね、4番までとりあえず全部いけるみたいなのがあって、そう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 、3番から5分だけでいいからくれみたいな時はありましたね。歌詞が入ってないから。入ってないだって。すげえな。ダルチはよっぽど、まあ、あの、脚本家の方もそうだと思うし、うん、まあ、原作があったと思うんですけど、うん、あのフランスの方が書いた本が、電気。あ、そうかそうか。それをかなり参考にはしてる、ね、ただ、あの、な
なんていうんだろう、俺が驚いたのは、うん、その早川正太、その小野田さんの作品ですね、はいはい、最初の早川正太、あの吉岡雲蔵さんが吉岡さん早川中尉か中尉、うん、早川中隊が結構そのルパング島で弛緩した部隊でとかっていうの、うん、実際そうだったらしいんですよ、うん、でもそれも、うん、結構ト書きに書かれてるんですよ。こんなことフランス人はどんな風にして調べんのかみたいな。すごいな。いやだからそのもちろん作中の中で例えば加藤さんが島田が死ぬ順番だったり、はい、それは史実とずれてたり、うん、なるほど、あ、そうなんですね。そうなんです、はい、作劇の中でやっぱり映画として作劇をしているシーンはあるんですけど、うん、でも基本的になんて言うんだろうな、史実から外れることをあんまりしない監督だと思ったんで、うん、すごく綿密に調べられてました。すごい。じゃあさっきのこの山の、はい、マツコの父はあれは脚本にあったんですか？ありました、ありました。まさかでもあんな顔でねやると思ったら、こういう感じ、そこはトガキには、あ、でも手の動き、あ、手はありましたっけ。手でこう胸をなぞるような形でって言われたんで、あ、松浦節だと思ったら違うの、あれトガキなんですよね。で僕はテストの時この乳首のこれを特許どうするかっていうところこだわってたら、そこはいらないって、ある種類そこはいらないって、あ、じゃあこのこれだ、すごいですね。いや本当にね、書いてあるんですよ、脚本持ってくればよかった。確かに、ね、すごい。日記持ってきて、日記はね、これネタになるなと思って、ね、どんなことがあったのかなっていうのをね、読み返してくれるわけで、ね、すごいな。トガキに関して言うとかなり忠実に、そうですね、それはびっくりです。うん、結構そういう意味では作り方としても頑固にしっかりビジョンがまず強く、こういうことをやりたいこのシーンでっていうのはありますよね。その中でどんだけ生き生き僕ら動かすかみたいな、なるほどなるほど、感じはありましたよね。すごい。でもやっぱあれですかね、これ陸軍中野学校絡んでくるじゃないですか、はい、その小野田で増村撮ってますもんね、はいはい、市川ライブも、もう素晴らしい映画です、ね、いやでもあの辺からなんですかね、例えばそのこういった興味とかってそのか、アルチュールさんの回路としては一番最初に興味を抱いたのは親父さんの話を聞いてっていう、お父さん、お父さんがその原作本を持ってたのか、小野田さんの話を聞いたのがすごく気になってたっていう話は、本当はその頃になんかインタビューとかでも言ってたかもしれないですけど、宝島とかみたいな、うん、そういう冒険ものをやりたいみたいな感じの話を、うん、あ、なるほどね、でそれを探してなんか親父に話してたら、うん、っていう話ですよね。あ、なるほどね。大体合ってます。喋って大丈夫だ。はいはい、うん、お父さんにした時に、うん、ここにこういう人がいるんだよって、お父さんすごいな。いやすごいっすよね。でもお父さんも81年生まれの、まあ、お兄さんがいるにせよ、でも別に戦争中を知ってるわけではないですもん ね、世代的にはね。ただなんか、まあ、興味があったの、結構ヨーロッパではそのすげえやつだみたいな、その当時報道のされ方をしたらしいんですよね。あ、そうなんだ、有名なんですね、うん、当時はそうニュースになったっていう話をしてました。なるほどな。そうだからもうね、細かいところがすごいなと思って。いや、だからすごいですよね。うん、だから日本人が普通知らないようなことがたくさん描かれてるね。あ、もう本当そうでした、うん、シナリオ読んでやっぱりえ、これどういうことかなって思って調べると、うん、結構、あ、史実でそうだったんだっていうのも出てきたし、ね、本当にシナリオはすごいなって思って。だから僕は正直、うん、ベストキット2だ、3か、沖縄が舞台の宮城さんの実家に来てやるあの、でんでん太鼓の舞みたいなとんでもない盆踊り会場でこうやってくお祭りみたいな、ああいう映画を想像してました。いやでもそう、まあ、言ったらそうなんですよ。ああいう映画想像しよう、ああいう映画想像してたらトガキがもうとんでもなくだから想像してたのそれ決まる前でしょ。決まる前、ベストキットみたいなのどうせやんだろうって思ってました。あ、やっぱりそうですよ、はい、でもね、結構な監督さんでもそういう陳描写になるじゃないですか。
これはね、すごいなと思って、とんでもジャパンがあるじゃないですか。そうそうそう、系譜としてね、系譜としてジャンルのようにあった。そうそうそう、だけどそれは現場で結構通訳の渋谷さんだったり、はい、演出部っていうか、まあ誰だ、あと、まあ、美術女子の大河君だったり、うん、はい、結構そういう少ない日本人が何人かいたんですけどその方たちが例えば飲み屋で、うん、でかいこけしが真ん中にドーンとあったんですけど、こういう飾りは日本ではないとかちょっと突っ込んで、そうして、それはアルチュールは結構、うん、あそうなんだっていう感じで、あれしてたりしましたね。あ、でも素晴らしいですね。ね、でもそう、でもスタッフの皆さんってほとんどフランスの座組。そうですね。フランス、ベルギー。ベルギー、フランス、ベルギー。フランス、ベルギー、ノルウェー、うん？ノルウェーじゃないですか。フランス、ベルギーがメインですね。ベルギー。クラスはフランス、ベルギーで、うん。まあフランス語スタッフみたいな感じですね。で、まあイタリア、イタリア。イタリアもいる。なんかね、よくスタッフは入ったわけじゃないかな、現場は。ドイツだ、ドイツ、イヴァンとかドイツじゃん。あ、そっか。まあでも、そうか、EU で。EU で、EU 連合体。EU 連合体。で、キャストは本当にそう、日本人キャストと、あと現地の、あれはカンボジアに住まれてる日本人の方が結構いらっしゃってくれて、うん、その方たちとやってったって感じですかね。じゃあ、銃で撃ち合いになる、その現地の人たちは、はあれは、うん、カンボジアの俳優さんかもしれないけど、ね、僕らが刺す、はい、フィリピンの若い男性は、はい、オーディションでフィリピンから実際いらっしゃった俳優さん。あの方はフィリピンの、はい、あと殺される女性のね、うん、方はもうそうでした。だ結構小野田正太ね、やっぱり残酷なことをもうゴリゴリにね、ありますからね、そこもガチッと描いてるのが、そうですね、うん、なんかそういうなんか史実とフィクションを巡ってのお話とかって監督とキャスト組でされたりはしなかったんですか？議論みたいなことにはならなかった？結構ね、日記を見返して思ったのが、うん、そうアルチューロ断るごとにですね、兵隊の映画を撮りたいんじゃないんだと。あ、僕はそう、今ここにいる人間の芝居が撮りたいんだっていう。なるほどね、うん、だからその兵隊だった上官と話す時に敬礼をしてどうのこうのとか敬語を使うとかっていう、その軍隊のあらゆる決まりがあるじゃないですか、はいはいはい、銃の所作だったり、はい、でもそういうのはあんまりそのそうじゃないっていう、そこにあまりこだわるなっていうことを常々結構言ってくれてて。なるほどなるほど。人間としてはどういう今この状況でどういうことをやるんだっていうことを言ってくれてたんで、うん、そうなんかね、そうですね、そういう話とかは結構知ってた。確かに、なんか呼び方どうするかみたいなね、最初の方は呼び方、体調どうなって呼ぶのが多いけど、どうかで崩れていくのかとかとかっていうのはなんかここじゃないんじゃないかみたいな話はなんか、ね、まあ、言葉の問題にかかってくるから、うん、そういうのはしてました、うん、結構その4人の中の関係性がやっぱり極限状況だから、はいはいはい、ちょっとずつ変容していきますもんね、はいはいはい、だからその中で隊長殿隊長殿だったのがちょっとこう距離感変わって、もう隊長って面倒くさいから言うみたいな感じ、うん、でだんだんそのやっぱり小野田と小塚っていうのがややそのバディモノ的な情愛っていうところにも行ったりするから、やっぱりそこはなんか細かい関係性の調整が演出としてもありましたね。はい、すごいな。それはもう結構通訳の渋谷君がね、大きいアルチュールに結構そういうこと細かく言ってくれたんで、いやすごいですね。だから、はい、僕確かにこれ戦争映画っていうより冒険物語ですもんね、うん、だからそのなんかね、見てて楽しくなる感じもやっぱあって、例えばその草履を作ったり、はいはい、小屋を作ったりもうなんかね、すごい好き、すごい好きお二人ね、まさに、うん、僕は不真面目な俳優なんでそういうことあんまやんなかったんですけど入ってなかった。撮影になると、うん、加藤さんは、はい、実際美術部、あれ勝負さんですか、ね、草履はそうですね。わら、そうだね。そう、実際のわら、草履のわらを、衣装部さんから預かって、うん、わらをこねて編むところから始め、そこはやってない。実際、そのわらじを編み上げるという、すごいな。
サツキューって休みたいし寝たいんですよ。何してたんですかサツキューは。飯食って遊んでました。マッサージしてボロボロの体をほぐしてもらって今日はあそこ行こうって僕はね5年前だからそう楽しんじゃってたんですけどサツキューを。加藤さんは、加藤さんはもう、それできなかったもん。セリフどこじゃないし芝居どこじゃないじゃないですか。こんなとこでつまずきたくないって言ってすごい見たこともねフルーツ切んないといけなかったしあれさあれねあれな、なんもんって言って、なん、なんて言うの？なんか、なんかの実、なんかの実、なんか、名前書いたんですよね、なんか。そうそう知らないもん、あの、だから元々なんかあるんですけどね。あの違う、あれはドリアみたいなの使ってたんで、ね、そうそう、あ、あのジャックフルーツ、ジャックフルーツだ。あ、じゃああれは本物ではないんです。そうだよ、名前は多分違うんです。そうそう、じゃああのこの白い部分は食べるなみたいなあるじゃないですか。毒だから食うなみたいな、はい、あれっていうのはその元のフルーツ果実のは特にないんです。いいですよね、言っちゃって特になくて、うん、創作の部分なんだ。あれ創作なんだ、うん、もう混ざってるからどんどん騙されてるな。それもずっと言ってたんですよ。だからこんなフルーツねえぞって、ね、でも日本にいるから。あ、そうなの。最初ね、種そうそうそう食うなみたいな話なんだけど、種こんなでっかいですよ。間違って食うかこんな種っつって言ったのに、いや大丈夫だ大丈夫だって言って当日になってこれは食わないなって白い部分にしようって。あ、そうなんだ。騙されたマジで。なんじゃないって言って、それこそ渋谷さんとすごい詰めてて、まあ、白い部分じゃないと伝わらないよねみたいな。へえ。いや僕だからこれそういうのがあるんだと思って完全信じちゃう。そうですよね。なんか多分これはお腹壊すかもしれない創作部分で、多分あれは全然口に入れても OK なんです。 OK なんですね、はい、うん、だから危ないなと思ってね。でその草履とかはじゃあでも本当上手に編まれてましたもんね実際画面の中で。編めるようになりました。それであのYouTube とかで見て編めるようになった。最近特技が全然なくて、古い特技書いたりするじゃないですか。バスケットボールとか、うん、バスケットボールぐらいしか書いてないのに、はい、20年ぐらいやってないからどうしようと思って最近草履が編めるようになった。竹で火を起こしてるんですよ。竹で火を起こしてる島ってそれもね、竹で火を起こせるようになって一応乗り込んだんですけど、はいはい、なりましたね。そうなんだ。山にできるようになってたんだ。できるようになりました。山、そう山にこもったんですね。そうだよね。すごいね。行く前に10日間ぐらい長野の山にこもって。じゃあキャ、一人キャンプユーチューバーとかやれそうなノリですよ。そうですね。もう木も起こせる。今は嫌ですけどね。あれってじゃあ火って本当にこれで起こせるもんなんですか。起こせるです。でも結構大変でした。大変でしょ。しっかり乾いてないとつかないし。なるほどね。じゃあ実際そう、あの小屋を作ってるのっていうのはあれでもあれはでも加藤さんのあれはでもそうか、松本さんも結構バンバンって切ったりしてやってますよね。僕は普段内装屋なんで。そうだ、本職本職なんだここ俺に任せるぐらいの。なるほどね。ああいうの結構得意です。確かにそれだからね。三崎の兄弟の時も そっちの現場から映画の現場に行ったっていう別の現場回ってたって言ってたから。まさにこの時も本職か、はい、本職なんで。ただ、ね、あのやっぱり加藤さんは、うん、竹のつるをねあの、うん、結んだりする練習とかも、はいはいはい、あのみんな真面目にやられてたんですよ、はいはいはい。僕はその頃あの黒江さんっていう衣装部のすごく可愛い方を口説いてたりして、はい、全然練習してなかったんで。何でしたよ。そうやっぱり、ね、最初にもう連ちゃんと教えろよっつってやってましたよ。加藤さんはあすぐあロアク的なのねこの方は。そうそうめちゃめちゃやってました、ね、当日で、ね、おおどうやって立てんだよっつって分かんねえそれはその場で言われてもなるほど、ね、ちゃんと教えてくれっつって石膏ボード持ってこいっつって今はどうだって、まあ、余った部分はどうするのっつってやってましたよ。まあ、実際あのノートと書いてるぐらいだからこれ真面目ですよ。第2の富山大地をねブライハーを気取ってるじゃん。いや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 、もう第2の富山大地を映んねえから。もう真面目よ真面目。そう思い出して。あそこ楽しかったですよ。楽しかった本当にね。この映画数少ないワンテイクで終わったんですよね、うん、あそこね。いくつか珍しくない、珍しくワンテイクで終わったんですよね。あそこ映画ってじゃあ結構テイク重ねてるの。くっそ、あのね、あ長いところは30タッチで、ね、そうただね、本当テイク重ねるところは、うん、結構パターン違いとかも撮ってて、うん、なるほど重ねてて、そうか NG ってわけではなくて、そう、結構そういうのが多くて、うん、テイクは結構重ねてるっていうのをブーブー書いてます。愚痴がね、愚痴が、ただ書く
ってなんか四五回はやってたっけ。そう、四五回しかやってたっけ。それってその四五回はやっぱパターンで撮りたいとかとか、うん、あとあの結構こだわったあの撮影方法をやってて、うん、聞きたい聞きたい。それはね、あのトムとアルチュールがよく現場で喧嘩するんですよ。あ、兄弟で、兄弟喧嘩が始まるの現場で。その文句をすげえ書いてあるんですけど、すごいオアシス的なあの兄弟喧嘩が始まる。本当そんな感じですよ。アルチュールは芝居がうまくいってるからオッケーだって言ってても、うん、トムが今ピンを組むのがちょっとずれたからもう一回やらせろっつって監督がオッケー出してんだからオッケーだろっていう兄弟喧嘩をいつもやってる。フランス人、フランス人で、その中からオッケーって聞こえるとトムが走ってくる。そうこれはダメなの。ノン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 、アルチュール、アルチュール走ってって、これあー始まったわみたいな。そう、もうアルチュールが勝つかトムが勝つかどっちかな。俳優部はもういつも面白いじゃん。もうそこでタバコを吸い始める。しばらく時間かかる、時間かかる。また始まったみたいな、また始まったみたいな。バンジャマンっていうチーフがいるんですけど、フランスのずっと2人、あの2人とやってるチーフがいて、バンジャマンがやってるよ、やってるよ、また始まったみたいな。だいたい10分ぐらいだと、そろそろじゃあ俺止めてくるわバンジャマンが言って話をまとめる。めっちゃいい話やなそれ。最初最高だったんだけども、一回そうそうそう、最初はでもやっぱ兄弟だって知ってたから、あで、なんていうのかな、やっぱすごくこだわりを持って、うん、あのトムもすごいやってるし、そうだな、だからそこはね、うん、もう口出さんとこうと思って、うん、でも最初じゃあいきなり喧嘩始まった時はおおっていう感じだったけど、本当に繰り返されるのその感じが。1日多いとこ 2,3 回やってました、ね、記録見ると毎日の出来事ですよね。毎日毎日、まあそうですね、あの何かしら言い合ってて、そうですね、何かしら1個書いてあります、ね、でもなんかその落ち着くところっていうことで言うと、やっぱりそこで何テイクか取って、じゃあ編集の時選ぼうみたいな感じになるっていうパターン、ね、あれあります、ね、あれはあります、あります編集立ち合ってないんで分かんないけど、だから監督がクーペーって言った後にね、結構だからもう1回やらせてくれっていうのはありました。でそういう時ってじゃあその俳優部から、なんか意見するっていう感じではなかったですか今回。どういう意見で、例えば、ここは、今のは こうしたいかったとかしたいとか、そういうなんかこ、俳優さんからの能動的な意見、もう一回やらせてくれとか、うん、そういう感じ。あ、全然言ったよね。ありましたね、うん、それも全然あるんだ。ありました、うん、自由に言ってくれって。あ、そうなんだ。やっぱね、なんかガチャガチャしてきた時とかに、うん、こっちもちょっと今ので大丈夫ですかみたいなのがあった時に、うん、なんかそういうのがあったりズーム言ってくれみたいな、うん、僕が OK って言っても、うん、君たち的に OK じゃないとこがあったらそれは何か問題があるのかもしれないみたいな、常に聞き入れる。そうですね、はい、でもそう、それがないとやっぱりその言語コミュニケーションに一個壁がね、フィルターがあると、うん、なかなかそこのリアリティ突き詰められないとかあるかもしれないですもんね、うんうん、それは心配事があれば先に言えるような状況はありますか、ね、いやだからすごく俳優部としては撮影はすごくかやりやすいかった、やりやすかったんだ、うん、というとあんまり日本のあれには悪いのかな。いやいやそれはあの本当興味深くて、例えばその、はい、撮影期間も割とゆったりをしてたってこと。そうですね、1日ね、これ多いところでね2,3 シーンなんですよ。2シーン、平均2シーンですよね。平均2シーン、午前中に2カット2,3 カット撮れてれば、だいぶ今日は朝から働いたなって感じです。めっちゃいいじゃないですか、その労働環境。うん、なんか結構あの俳優部の先輩とか友人から見て電話いただいたりしたんですけど、はい、多分俺らついてて、うん、その座組も良かったし、うん、であと環境的に実際その海外に行って、うん、2ヶ月ぐらい家族にも一切会えずに、うん、日本に帰ってこず、うん、ずっとその現地で撮影できたじゃないですか、はい、そしてやっぱあの状態としても俳優 の, この集中力も保ちやすいと思うし、うん、その一回日常に切り替わるっていう、うん、撮影が終わってから家に帰ってあのガキの面倒を見たりとかっていうことがなかったから、うんうん、そういう意味で集中をずっとできたと思うし、その4人はずっと一緒だったんですよ。宿も一緒だったし、ね、うん、だからそういう意味で なんていうの、終わってから、うん、あそこのシーンどうしようねみたいな話し合いを建設的にしたり、うん、結構そういう時間が持てたし、うんうん、俳
俳優としてはやりやすい環境が揃ってたっていう、ね、映画の話ぐらいですか、することなかったと思うね。そうそうそう。本当にまたね、あのね、加藤さんもそうだし、遠藤くんもそうだし、野脇さんくんも、はい、みんな真面目なの。で、撮影の日に朝一にコーヒー屋に行くと松屋さんもう一回こんな顔でしょ。違う違う、あれはね、あのみんながね、あ、来たな、通りを見てて分かるから、そしたら本を開いてあとは俺、喫茶店の姉ちゃんにねえねえっつった、ね、これそうそう、まあ、真面目な、本当に揃ってたわけね。いや本当にね、みんなもう撮影なんだ、休めよって思うぐらい映画の話して、いやでも素晴らしいな。いや、うん、もう本当にね、だからそういう意味では恵まれた環境でできたと思います。そうですね、うん、でもね、その赤津役の、井之脇さんとかまだちょっと若いですもんね、はい、この中で20今いくつなんですか。ちょっとどこじゃないか、いやもうちょっといってる、あ、もうちょっといってる、もうちょっといってないかな。でも95年生まれだから、撮影の時は本当23、4、そうだよね、3とかですよね、うん、立派な俳優なの、まあ、機会もね、みんなに助けてもらってね、みんな助けてもらってね、あの見ました、加藤さん、加藤さんじゃない、島田が死んだ後の井上のすごいな、あのめちゃめちゃいい、もう自分の歌を歌わせてくださいっていう、あのセリフのところもたまらんくよねいい共演者ですよね。いや本当あのね、うん、ちょっと30分ぐらいここからもう携帯いじってるからいいか、何を始めようとしたの。いや遠藤君とか加藤さんとか井上君の素晴らしさをもう語りたいんですよ、僕は。語ってください。本当にね、あの皆さん、あの見てください、まず映画を。そしてね、彼らのこのね素晴らしさを感じていただき、あとね、島田久作さんとか、はい、足立さん、はい、吉岡さん、はい、もうね、なんて言うんだろう、どこに出しても恥ずかしくない俳優が出てるんだろう。もうなんて言うんだろう、あたりが怪しいもん。俺ね、あの怪しい本当に、あのいろいろ今日は言いたかったの、なんでかっていうと、はいはい、僕と加藤さんは初日にも呼ばれなかったの。え？舞台挨拶。あら、あ、ね、ね、ねとか言って。あらららら。いや理由はあるんですよ。コロナ、コロナで、まあまあ、あやっぱ人数制限もあるし。え、でもそうなの？お二人めちゃめちゃでも重要な。いや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 、森さん皆まで言うな。いろいろあるんだ。いろいろあった。ちょっと。俺はね、帰ってかみさんにね言ったんだよ。へこんでんなじゃん。あのか。めぐって言っちゃうけど恥ずかしいから、急に俺なんか初日呼ばれなかったわって言ったの、そしたらめぐ、あのリモートでこうパソコンの仕事したら、はい、目も離さずで、あんたパブないからだよ。おお、パブってなんだおい。あんたテレビに出ようか何しようか、ね、宣伝になんないから。いや、すごいこと言われて。いや、それで、あ、そっか、そっかじゃないですよ、そんな。でも、あのすごく気になってたのね、うん、そしたら初日加藤さんも呼ばれてなくて、どっか俺ホッとしたの。二人で泣きながらね、お互いのこと思ったんですけど、俺もあの時はもちろんね、こんな気にして思ってましたよ。ここを分かつわけにはいかんよな。そうそうそう。いや、だからいろいろ苦渋の選択だったんですよ。あのね、うん、登壇も人数が限られるから。やっぱり、うん、なんかこれもう気にするんですか、そういうことって。俳優さん、やっぱりその、なんかこのクレジットの順番とか、ここに俺呼ばれたけど、ここまで呼ばれたのにこっから呼ばれてねえじゃんみたいなって気にする。今回に関しては気にする。気にするって話だったもんね今。俺他のはどうでもいいの、先週気にするよって言ってたから。そう、そう、他のはどうでもよかった。小塚よだって他のはどうでもよかった。本当かいな、これ。今回はね、行きたかった。行きたかった。もう行ったらよかったじゃん。じゃあ、いや勝手に行こうかと思ったんだけど、天下の東方だからさ、俺多分入り口で入れてくんねえなと思って、いいやと思って、いいよいいよと思って、俺その日内装屋一生懸命頑張って、あの峰剛一って一緒に内装やってんすけど、峰剛一に俺飯食いながら超言ったもん。そうなの。おい初日だお前今日。すごいな。俺何やってる剛一っつって。いや松田さん内装やってますね。だよなっつって。たまったもんじゃないよ剛一君も。これリアルな話やな。いや本当ですよ。
ああいうもの、ああいう残酷物語が、ね、それはしょうがないよ。だって宣伝部の方だって皆さん本当はみんな呼びたい。そう、足立さんにしろ吉岡さんにしろみんな呼びたいんだよ。だって東宝の ね初日に立てる機会なんて、まあね、コロナじゃなかったらね。そうなの、全てコロナが悪い。バカ野郎、本当に誰も悪くない、コロナが悪い。今すごい気使ったね。誰も悪くないな。急に会わなくなったじゃん。いや僕はね、忖度の人間です。忖度。今後もね、僕はそうやってきてる。今後もね、東宝の映画に出れるように頑張っていこう。素晴らしい。いやでもすごい、でもね、ほんとその映画見たら、でもお二人はもうね、言ったらもう主役級じゃないですか。で、まあ、なんて言うんですかね、例えば。急にな、例えば。この急に静かになっちゃう。急に静かになっちゃう。まあ、チラシ見てもまあ、ね、加藤さん、これ見れますかね。こういうのも気にするんだ。まあまあまあ、遠藤さん、ね、津田さん、タイガー、伊勢さんね。あれ俺らの。いや、あなたはぼやっと立ってるのがあるじゃないですか。まあね、ああ、これあった、これがね。俺ここになんとかですよ。俺ここやんねん。ああ、気にするんやね、やっぱり。犬はキャッチャーに下にいるはずだから。あ、この中にいるの、円形にいるんだ。これそうなんじゃない。すごいな。だから俺だけよ。俺が一番泣いていいんじゃん。じゃあ次頑張りましょう。次ね。次頑張りますよ。いや、まだまだなの。いや、これ見て俺は頑張ろうと思った。いや、もう十分ですね。本当に、これから今に見とけっていうね。そうだ、そういう番だ。まだこれからだという。まだまだこれからだよって、うん、思った俺は。いやでもね、花なんか咲かしなるもんね。そうね。まだこれから伸びるとこですよ。これからね。かみさんにも言われたの。ね、イタリア大使館でね、フランス大使館だ。フランス大使館だから呼ばれないんだよ。もうそれアウトだから呼ばれないんだよ。もうそれアウトだわ、完全に。フランス大使館で、ね、記者会見をやらせていただいて、ね、皆さん、その時はね、俺ら呼んでいただいてね、呼んでいただいた、テレビカメラもある中で、一言やらせていただいて、ね、もちろんニュースにもなったしね、すごく扱いがこう良くて、まあ、あれだったんですけど、かみさんがね、それ俺ニュースになってたのをかみさん見たんですよ、そしたら、一言ね、言われたのが、あんた頑張ったねとか、すごい映画だねっていうんじゃなくて、こん中でバイトしてんのあんただけだ。あれと思って。でも俺考えたの。確かに当日ねいたのね、遠藤さん、津田さん、津田さん、津田さん、そこよ。どれ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 、タイガーね、井上君ね、加藤さん、俺、伊勢さん、千葉さんだけちょっとね、仕事のあれでちょっと来れなかったんですけど。確かにそのメンツの中でバイトしてるの俺だけだな。いいじゃん別に。あ、神さんすげえな、すげえ。何の話だねこれ。いや、頑張んなきゃ。頑張ってください、ね、頑張ってるけど。頑張って、いやいや、まだまだ足りない。まだまだ足りないよ俺は。今日は嫁さん何失敗出てきますね。ちょっと映画の話戻って。ああ、どうぞ。松尾だけ、プライベートの話。松尾だけの話。面白かった。頑張ろうって話。みんな頑張ろう。いやね、お二人もね、すごい戻るけど、どうも。小塚と島田がね、対立していくじゃないですか。はいはい。結構、見せ場として、殴り合ってるでしょ。はい。あれがね、あれ結構すごかったですよ。殴り合ってるっていうか、一方的に殴られてるんですよ。確かにね、ボコボコにされてる。あれはもうシナリオにあって、あるんだよね。まあ、小塚と島田が、あれ殴り合うみたいな、言い争って殴り合うみたいなのがあったんですよ。あれもテイク何回も撮ってるんですか。あれ2回ですね。あれ2回目。ただね、これね、1回目、あれワンカットで長回しだったんですよ、移動車に。そうですね、そう歩いてるとこから、そう歩いてる、セリフがあって歩いてるとこから喧嘩始まってっていうのをじわーっと横で寄ってきて、喧嘩が起きて、でそれがひとしきりある終わってみたいなところで、遠藤君が「気が済んだか」みたいな、そうじゃあ行くぞみたいな、そこまで
その前までまあワンカットだった、うん、で、当日あのカットをやるときにもちろんアクション部なんかいなかったんですよ。そうです、アクション部ね、うん、確かにあの感じってあそこぐらいですもんね。そうそうそう、うん、と付き合うみたいな、ね、そうで、朝一でアルチュールと、うん、加藤さんと俺と3人でどうするみたいな話しましたね。でトムが移動車でこう横打ちでずっと来るから、うん、その1年はワン喧嘩終わるまでワンカットでいきたいっつって。ああそう、うん、でまあ、あるどれぐらいどっつき合うのみたいな、うん、でまあその感情に任せて うん、いいと、うん、ただなんていうのかな、そのある程度その2人とも疲れ切ってギリギリのところでやってるから、うん、そのなんか極限状態な感じっていうのは求めたいみたいな話をされて、わ、うん、かりましたっつって、うん、でワンテイク目は当て振りでやったんですよ。だから実際当てないで当てた振りでこううまいことを、まあでも普通そう、そうでしょ、そうですよ、ね、それは普通そうだもん。あの長回しなしですよね、うん、でまあこう押したりとかね、多少馬乗りになってっていうのはあったけど、うん、その引っ叩くシーンとか殴るシーンに関しては、うん、全部カメラがこっちから来てるんで、はい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 、うまいことこう加藤さんに受けてもらったり、うん、そうしてやったんですよ、うん、はい、でカットかかって、モニターチェック監督がした時に、うん、なんかめっちゃこれ当たってないみたいな、あ当たってるように見えなかった、見えなかったみたいで、うん、そんであのアルチュールが僕らのとこ来て、うん、もう俺ワンテイクやりたいみたいなことを言った時に、はい、うん、僕は正直やっぱあくまでも僕これはやるこの僕らがやってるのは芝居なので実際その当てたりするっていうのは僕はちょっと違うなと思ったんですよ。なるほど。そういうのは芝居ではないから、うん、当てるとか当てる、ね、実際当てるっていうのは、うん、それ芝居じゃないと思ってたんで、僕はそういうの嫌だなと思ったんですけど、うん、加藤さんが、ほう、アルチュール、アルチュール、アルチュール、あ、渋谷君通訳して、それだけ、それだけしか言えない、俺それだけしか言えなかった、アルチュールっつって。実際やるから、うん、ワンテイクで決めるから、おーかっこいいじゃないですか、アルチュール見ててくれっつって、いいよな松浦っつってで俺はもう俺は芝居的には当てるとかそういうの好きじゃないんだけど、加藤さんがもう血走った目で言ってるから、おー、じゃあ来いよと、本気でもう本気で来いよっていうことを言ってくれたんで、あ、はいっつって、うん、まあ、いやいややったっていうのがこれいろんなインタビューで言ってるんですけどまあなんかワンテイク目終わって結構やっぱ細かかったんですよね。細かかった、それの当たってるように見えないっていうのもあるし、長回しでこっちもアクション部いない中気にしながら芝居になるから、もっと疲れてるし、もっとその暴力が当たり前になってってるしみたいな、あのコーナーとかすごい演出なかったんですよ。で松浦さんその日なんか遠藤くんがなんか、俺も松浦さんも最高に体調が悪くてって言ってるんだけど、あれ松浦さんがとにかく体調悪くて、体調悪かったの実際、目こんなになっちゃってるの、はいはい、それなんで体調悪かったの、あれカンポット下痢の時、カンポット下痢の時ですね、もう上から下からみたいな、そう、そう、ね、下痢と嘔吐と発熱、うん、発熱と、もうみんなやってるんですけど、あ、やっぱりそうなんだ、風土病みたいな、風土病があるんです、それでもうその細かい演出何も聞けないんですよ松浦さんも、そういう時って休みにならないんだよ。でもそこはそこは最初に遠藤くんが40度以上熱出てたシーンがあったんですけど、その時も遠藤くんやったんですよ。あ、そこでスタンダードがそこに上がっちゃったんで、俺は休みたかったんだけど無理よね、遠藤くんがもうそのナイターでほらガム見つけたシーンね、はいはい、あ、まだ最初の方、ね、新しいやつだっつって、うん、加藤さんガン見つけてっていう、あの時に遠藤くんは40度で出てたんですよ。ほんでカットかかるたんびに入ってたの。そう、そう思ってみるとすげえそういう顔してるんですよね。いやすごいなそれで、遠藤、僕はもう遠藤くん主演だしずっと出ずっぱだから、うん、もうここで一旦打ち切りだと、こんな主役にこんな思いさせらんないっつって、なんかちょっと怪しい、ちょっと君っつってアルチュールを呼ぼうとしたら、うん、遠藤くんが俺のこの手をバッてやって、う
松浦さんつって、うん、ここで止めたらみんなに迷惑かかるんで俺やりますって言うんですけど、これ本当っすか？いや聞いたことない。日記書いてない。日記開いてない。やります。真実じゃない。真実じゃない。いやでもこれ本当本当本当。でも遠藤君はそうです。あそうなんだ。あのやりますとは言ってないけど、ちょっと持ったけど。ちょっと持ったけど、その実際俺止めるように言うよ俺つった時に、いやここまでナイターで照明組んでくれてて、みんなに迷惑かかっちゃうんでここやりますつって言ってて、それがなんかこう。スタンダードっていうか、ね、一つの基準になったんですよ、ね、なっちゃった、うん、で俺前日そのカンポット蹴りで、緑のゲル状のこうウンを出しながらも松田一番何回かやってましたよね俺2回やって何回もやってんの何回も認めたの、そうだけどそのあのシーンの撮影だったんですよね、うん、それでもうなんか全然演出聞けないからちょっと細かいこと俺もう全然わかんないから、うん、当ててこういいよなって言われたんですよ、うん、それで言われて俺は発信だった。それも覚えてないぐらいこうなっちゃう。それ何月だっけ？1月20日前後。じゃあこっちはもう検証しようと。俺がアルチュールの言葉を言っても、うん、もう全然こんなになっちゃってるから、うん、しょうがないからじゃあまあ当てていきましょうってなった結果っすよね。すごいなこの俺はね殴られて俺もでその夜に体調崩したんですよ。マジで。映っちゃったみたいな感じなの。すごいなこの細かい。書いたのよちゃんと。几帳面に書いてる。で俺が体調崩して松浦さんが俺の家の前にあのスポーツドリンク置いてくれた。そう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 。いや話なんかどうなんか全然わかんない。めちゃくちゃねあの気遣いの方なんですよ。薬もね聞いたり聞かなかったりだからもう。そうそうそう。薬もね俺飲んでなかったの、あの怪しいなと思って飲めなかったの。みんなで支えてる、ね、この食い違い羅生門的な食い違いそうです、ね、検索確実にそうなの確実にやられてるから覚えてますよ、ね、そうだよな、うん、あ行くよっつって当てていくよっつって一発で決めようっつってでもそれを周知してもう当てていくからあのなんか気に食わないことがあったら殴る前に止めろよってだけ言うあ、ああ書いてあった従軍時、うん、もう大体合ってるすごくない従軍時5時50分出発シーン68、うん、島田死ぬって書いてある島田死ぬシーンすごいねその前その前、うん、あこれだこれだよねなんか恥ずかしいですね人に決めるあそうですねすごい綺麗に書いてるな当ててほしいって言われたって書いてる嘘つけよアルシュールに確認したら長回しだし割らないから当ててほしいと言われた監督が言うならやるしヤバかったらこうなっちゃってるやめに肯定してくれって言ったのもう何が真実なのか分からんけど、うん、加藤さんにも決めたいから本気で行きますって言ったし本番で言ってんじゃん本番であそこまで殴ったのも加藤さんが一瞬飛んでしまい気づいたと思ってこれは本当ですよ、ね、これはあ、あったよねそうなんか一瞬パーンって飛んで、うんうんで、よしと待ってで、言うても当ててるけど松山さんがやっぱ冷静だから、うん、俺殴られてんのに映んないともったいないからっつってあそれで結構そうやってたんですけどグッとなっちゃった当ててるからどうなっても見えるわけだしあの、いいのが入っちゃったんだよね一発ねカンって危なかったなと思ってそれはもう2人のタイミングで入っちゃったんまあ殴ってんの俺だから全体的にねそうそうそうでも、ね、それでもやった終わったっつってそうそう終わったみたいになったら俺がガバッと起きて「おいおいよ」っつっちゃったから「はあ」っつってそれがあのそれじゃあそのまま映ってあのテイク本番のだからあの一回加藤さんがバンバン俺がやって、うん、加藤さんが抵抗をやめて俺がセリフを言うのがきっかけで喧嘩が終わるんですよ、うん、はいはいはいバンっていいの入っちゃったから あれじゃあそのままじゃんそうそうやばいと思って俺首絞めてもうこれでセリフ言って終わりにしようと思って、うん言おうとしたら加藤さんふっと息を吹き返して芝居続いてると思ってバーってまた殴り返してそう僕ねだからあのシーンあの瞬間がすごいなってこれ演技だったらすごいなって思ったのあれ演技ですねもう芝居を超えたやつやってるよね一回グタってなってフュッてくるでしょあんま行かないですよ怖っ引き気をつけないでからあんま行けないですよ俺もすごいなそれがだから本番で、うん、いや素晴らしいですよでもあの日記にでもすごい覚えてるそれで何かあったら殴る前に止めてくれよって松田さん好きだからもうこんなのって頼むぞみたいな感じで言ったのに
オッケーってやって、オッケー素晴らしかった大丈夫かみたいなやったんだけど、うん、ちょっと確認しますって言ったんですよ。その瞬間確認してんじゃねえっつって、オッケーだろって。早く角田病院に連れてけみたいな。まだやる気かみたいな。もう脳震盪起こして早く病院連れてかなきゃいけないでしょ。それでも一回あれ本当入っちゃったらどうなりました、あれ実際。え、なんとなぐらい、でも覚えてました。あ、覚えてました。あ、そうやって。でも結構グラッと来るでしょ。グラッとは来てます ねずっと来てますね。全然本気なんですね。いや、なんかあれすごかったよな、うん、でもなんかそういう暴力がなんかやっぱり日常茶飯事になってしまって、うん、一個の発散になってるみたいなシーンだったから、シーン的にはね、まあ、そうそう、うん、で島田もその後ああいうことになっていっちゃうから、まあなんかある一個傷つきたいじゃないけど、うん、なんか限界を迎えてる時だから多分ああいう感じになるんだろうなって、うんうん、いやだからあそこはでも すごかったですね。だから本当あのシーンがあって、まあ、もう本当一つの局面を迎えるっていう流れにいけますもんね、うんうん、すごい。じゃああれですか、まあそこで、島田役はまあ間もなくこう退場になる、はい、でその撮影終わった後って加藤さんはじゃあ残ったりとかそういう感じはしてたんですか。ちょっとそのすぐ帰りましたね。はい、ちょっともう次のがあったから、ね、何もなかったです。うん、でも、はい、あのなんかねすぐ返されたよね。そうですね。なんかもう、うん、そうなんだ。もう翌日にはみたいな。あ、そうなんですね。ちょっと返されるっていうのは現場ちょっと見たいっていうあれでも、うん、いやちょっとそれは なしでみたいな感じ。なんかそういう感じでしたね。うん、そう言ったらだんだん人数が減っていく話でもあるから。そうですね、うん、でその役者のバトンタッチなんじゃないですか。はいはいはい。それって事前あの千葉哲也さんに小塚役が、まあ年取ってから変わるっていうのは もちろん事前に知ってるわけですよね、はい、なんかそこのつじつまみたいなことっていうのは全然なかったですか、最初 の撮影とか。全くなかったです。全く気にせず。僕はそれってあれどういう順番で撮ってるんですか、はい、撮影順。基本的には順撮りになるべく近い形で撮ってて、まあそうでないとやりにくいですよね多分ね。そうですね、うん、やっぱりその例えばそのさっき の, あの下痢の話とかもそうですけども、やっぱりそのだんだんこの体とかも、うん、やっぱりその余計な肉があるとまずいみたいな感じになっていく、やや衰弱した状態の肉体が映ってるっていう感じに なると思うんですけども、はいはい、全然見ててその違和感はなかったんですけど、その辺のなんか体調管理っていうのはじゃあかなり厳密に気をつけてたところってあるんですか。院前に、うん、ある程度みんな体を作ってくっていう感じで、うん、だからすごくあれ減量何があったんですか。どこ行ってそうみんな各自で減量とかはしていて、髪ひげに関しては伸ばせる人は伸ばし続けてみたいな。そのままに来たやつでコントロール。あーで、なるほど、ね、遠藤くんが20キロ近く落としたんだけど。そんな落としたん。で加藤さんも結構落としたんだよね。いやいや俺でも10キロくらい。10キロ落とさなかったですね。俺と松浦さんで。俺らは3ヶ月ぐらい決定が秋ねだったんで、ね、2ヶ月ぐらい。2ヶ月ぐらいか。ボクサーみたいですね。で帰ってきたら体重そんなもともとそんな細いんで、細いですよ、ね、うん、帰ってきてその終盤終わったらもう、あ、ちょっと食べれるなっすね、うん、最後みんなで派手にご飯解禁だと思って食べたりしたんですけど、太って帰っただろうなと思ったら体脂肪率 2% でした異様な体つきだった。すごいな、体脂肪率 2% でした。一桁久しぶりに見ました俺。2ってすごいな。バスケ部の時以来な。でも松浦さんキロ数的には一番落ちちゃう。俺ね、もともとが73、4。あ、割とありますね。うん、で、そっから最後56まで。めちゃめちゃ落ちてるな。ただ、みんな落ちてるから、うん、全然痩せてるように見えない。悲しい。井脇くんも、そう、ね、もうすごかったよね、体。すごいな。なんていうのかな。
やっぱ気合い入ったんでしょうね、みんなすごいですね、うん、ここまでにちょっとゲストに行かないとかとかありましたよね。とがきでその時間経過があるとでだいぶ精悍な体つきにとかなんか痩せそうだったみたいなのやっぱ書いてあるとがきがあったから結構そうだからそうだろうみたいな。まさにあのおっしゃったようにこれ時間経過がリアルでないと冒険のその凄みって出ないじゃないですか。そうですよ、ね、結構その1946年なんか9年とか出るから、うん、そこに合わせてこっちのそのなんかリアルな気持ちが乗っていかないとだからすごい重要だなと思ったんですけど、それがすごいできてる映画だったので、うん、やっぱりそれは厳密にあったんですか。日焼け具合もなんかね、そうですね、程度やってます、ね、決まってたし。でもこのトムさんの撮影が素晴らしくて、あの松浦さんの裸体が結構綺麗に映ってるんですよ。あるでしょ、あのなんかちょっと生めかしい生めかしいシーンがね、はい、松浦ボディ松浦ボディがこうちょっとこのこうあの手上げてこう生めかしいシーンがあるんでしょ。綺麗に映ってるんだと思いましたもん、その肌も褐色に上げてるから。まあ何もしてないですよね。まんまなんで、まんまでね、うん、なんていうんだろう、今回のは結構、うん、加藤さんと井上くんの、うん、この2人のバディ感と、うん、あの遠藤くんと僕の、うん、そうですよね、2人のなんか2つ、うん、でそれぞれなんかこう見てて僕は加藤さんがこう井上くんのこうお腹を刺すカットあるじゃないですか、はい、あそこがなんか妙に生めかしかったり。でもね、確かにちょっとその男同士のああいう感じだから、うん、ちょっとそういう感じはあるんですよね。そうですね、やっぱり、うんうんうん、あの情愛みたいなものがやっぱりこうあの4人の中に、あるいは2人ずつの中に、うん、やっぱり漂うっていうのが割とこの映画のポイントの一つかなとも思いますけどね、うん、いろんな関係性に移りゆくみたいな感じがありましたよね。加藤さんがいなくなってから遠藤くんにこう一瞬行く井上の感じとかもね、あるし、確かにね。いやなんかだからトムはねすごくこだわって撮ってくれてました。いやそうだ、すごい、撮影は本当素晴らしかった。あちなみにあの雨とかのシーンも結構あるでしょ。あれってガチで降らしてる、降ってる時やってください。雨降らしたの、あれは降らしてるの、基本降らしてます。ああそうなんですね。向こうの散水車とか消防車みたいのがいっぱい来てくれて、うん、そのタンク車にこう、うん、そのホースを突っ込んで、うん、その散水するんですけど、うん、そのタンクの水が、うん、なんていうんですかね、この現場近くの沼みたいなところなんですよ、うん、畑に用水路、用水路の水なの。そこを僕はちょっとその消防士さんたちが引っ張ってるのを見てしまう。現場行って加藤さんに、あそうこれあれ浄水じゃないっぽいですね、あれなんか沼みたいな水です。俺はその前に川の綺麗な水だから大丈夫だよって言われて、いや川の綺麗な水めっちゃ心配だなと思って言わんとこって思ったら松也さんがそれ見ちゃった。そう見ちゃった、綺麗ですね。消防士さんたちが水めっちゃタンクに運んでて、このホースで、はい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 、何の水かなと思ったら、そっから消防車につなげたんで、うん、あれを散水の水だと思って。松浦さんの後に僕も松浦さんも体調崩しがちって崩すなそれ喋ってるね。それこそね家作ってる時とか、ね、あそことかもうガンガン降らして、あれそうなんだ、喋、ね、ってるし、あれ喋ってる、確かにガブガブ飲んでますよ ね顔洗ってくれとか使われてねえじゃんって。あのね結構これアルチュールに言いたけど、本当使われてないのが多いの。でもじゃあそれって脚本はもっと結構ごつかったんですか。もっと脚本ごつかったですね。ごつかったってことですよね。でそれ撮って3時間あるけど結構削ったんだやっぱり。OK をつないで何時間なんですか。5時間半だから5時間半でもねこれ3時間だけど構成が結構ね要素が多いんですよね、うん、だからその、3時間全体の尺であるけども、うん、その冒険譚っていうところでいうともうちょっとキュッとなるから、うん、結構まあこうなくしていってるっていうのは、うんね、予想はできますよね、うん、加藤さんの島田の役で、うん、その途中で家族の写真を手に入れるんですよ、自分の家族の。あれもだからあれって本当なんかなと思ってました。島田は
あれはだから結局家族がまだ残留して兵隊か加藤さんじゃない島田が残ってるっていうのを知って、うん、であれ送ってくるんでしたっけ、うん、なんかもうちょっと別のシーンで台本上書かれてたんですよ、いろいろあったんですよ、いろいろあったんですよ、その加藤さんが写真を手に、うん、やっぱいろんな思いをしてくっていうストーリーがあったんですよ、うん、そこで僕と加藤さんの結構やり取りがあったり、うん、死ぬ間際も、うん、加藤さんが死ぬ間際もね、だいぶこうね、そう頭打たれてみんなで運ばれた後に、あのこの写真を見てくれっつって、うん、自分の娘が写ってると、うん、娘は俺の編んだ草履を履いてるかっていうシーンがあるんですよ、草履の、うん、でそれは今までの草履作りともつながってて、そ、ね、でそれを見て今までこの敵対してた小塚が、うん、足元が切れてて写ってないんだけど、うん、いや草履履いてるぞって、うん、娘さんはお前の草履履いてるぞって言って、うん、そこであの島田はそれが本当かどうかは分かんない、確かにね、うん、だけどちょっと満足した中でこう死んでいくっていうシーンだったんですよ、それ撮ったの、撮ったよ、撮ってる全部撮ってるよ、返しもね、返しも返しも、俺の言ってるいい顔の松村いるよ、撮ってるよってるし、それを感じてる、うん、加藤さんも撮ってんの、撮ったんだ、ていうか、いっぱいあんの、そういうのあのシーンはテイクめちゃ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 撮ってたし、ショット数多いあの抜けの井上君とか撮ったよ、撮ってる、その2人で聞いてる様とかも撮ってるし、いっぱいあんの、そういうあの井上君と加藤さんのところとかもカットされてないんじゃん、もうなんか結構ね、そのあるの、痛い思いが結構じゃあ切られてますね、そう、あの言っちゃ悪いけど言うよ、俺言わせてもらう、ごめんね、これあれじゃあ編集に入れてくれ好きなのしてくれ、俺でも言うからよ、うん、あの例えばあの小野田と小塚の出会いもあったんですよ、あ、そう、出会いみんな切ったんですか、みんなあんの、確かに急に出会い全部ないわ、そう、急にポップいつまでいたでしょ、本当だ、あれ物語があったのよ、本編には本編っていうかシナリオと撮影には、しかも撮ってんだあれ全部、あのね、序盤伝説のね、序盤の小塚が登場シーン、もう俺がカンボジア入った時にはもうみんな小塚の登場シーンなんですよ、ね、伝説のショットがあったんですよ、ね、ワンカットあったんですよ、そうなんだ、小塚禁止だよっつって、小塚、そうっすだいたいあのそれぞれあったんですよ、あったんですね、実際守備隊がすごい弛緩してて、うん、そこに着任してくる小野田がいくら言ってもまあ周りが言うこと聞かないと、うん、そんな中で小塚がまあなんか一人イケイケの兵士がいて、うん、二人が出会い、うん、そのグループ感っていうのがこうあってみたいなのも、うん、遠藤君と一生懸命やって撮ったんですよ、あ、全然ないね、1ミリもない、いつの間にかこう全然入ってない、そうそう、あのだ本当カンボジアに住んでた日本の方が兵隊で参加してくれて、うん、戦闘シーン撮ったり、うん、そのずっと行軍していく様とかも いっぱい撮ってるの、あったよね、じゃあね、こんな山登ってきましたね、俺あの本当スケなんでスキーのあのジャンプのこうあるじゃん、こう飛ぶやつ、うんうん、あんな斜面俺ら登らされて本当に上の方でガサガサガサって怖い奇跡があるみたいなそれもない、1ミリもない、全然ないよな、ないわ、畑でね、火起こすなって、火が立ってたから、あれも、遠藤君がここまで歩いてくる数歩のうちに、ボンってならないといけないみたいなのがあって、そんな狙って何年だよ、それずっと撮ったの、ああ、そう、結果した、ご苦労さんでしたね、それはね、まあ、ね、しょうがないですよ、しょうがないな、カンプ写真はでも俺も最初聞いたとき、ショックでしたよね、ミシンだったからね、めちゃくちゃ撮ったよね、あれ。それもあれだから、あのメイキングでちょっとねリベンジを狙うしか、これはあの本当アルチュールに声を大にして言いたい、俺はあのディレクターズカット版をねぜひ作ろうね、いやもうディレクターズカットしてる、うん、これが完成だったね、もうしてるからそうかそうか、じゃあ OK だけ繋いだ版をね、 OK 繋いだ版で誰もだけはないとそれだけで7時間半まで、俳優が満足するバージョンでね、全部見たいと、 DVD で、ね、DVD でいいよ、DVD でいいから、あのぜひお願いします、あ、そう、じゃあ2時間でもそういうのがたっぷり撮られちゃったわけですね、多分それは千葉さんだったり津田さんのシーンもそうだと思うし、あの遠藤君もみんなそうだし、結構だから撮ってるけどないかもね、分かるのはやっぱりね、
あのおっしゃったシーンなるほどと思いながら聞いてたんですけど、はい、やっぱりちょっとこってりするしますよね入れるとね。確かにそうなんですよね。そうでもね、あのね、出てくるのこれだしねこの辺りこれでしょ多分ね、そのこってり感をあのクールなアルチュールは嫌ったんでしょう多分ね、名乗るだけだでもさあ今やってさあんだけやってさあ そこがあれだよな、俳優部と監督の。いや監督も泣く泣き切ってるんですよ泣く泣くね、泣く泣き切ってる残念。本当いろんなパターン組んだみたいなね。あの本当になんかいろいろやってくれたらしいんですけど、うん、なるほどね、まあ、結果これが皆様にお届けしてる一番素晴らしい形で。そうなの。あら、なるほどね僕は全然気にしてないです結果が全てです。そうか、でもいいやお話聞けてよかったですけどね、そこはねいろいろ根に持ってることが多い現場みたいになっちゃってる。いやいや、根には持ってない、根には持ってないよ、根には持ってないけど思い入れがね、そう、思い入れが強いから、思い入れが強い、そうそうそう、だって俺他の現場の時こんなこと言わねえもん。そうそう、でもそうかも、らしからぬ、らしからぬですよね。でもでもみんなそう、思い入れがやっぱ強い現場に。なるほどね。ショー終わったとちょっと異様な空気でしょうね。え、初稿っていつだったんですか。だいぶ先ですよね。書いてたから2019年、ついこの間。あ、違うか、一昨日です。一昨日じゃない、一昨日8月ぐらい、8月ぐらいですね、今年の夏だ、21年の夏。じゃあそんなにあれなんですか、寝かしてたの。ちょっとドキドキしませんでしたこれ。本当はだからカンヌでみんなで見ようぜって話なんです。ねえ、カンヌ7月でしょ。そうです、今年の、うん、あのある視点部もオープニング、はい、すごいじゃないですか、カンヌある視点部まああのここにいる2人、うん、カンヌに呼ばれた俳優なんでいけなかったけど、いけなかったけど、あのむしろあのまあ本当アルチュールにしろフランスの制作配給にしろ、はい、みんな呼んでくれようとしたんですよ。はいはいはい。ただその、うん、まあ言い訳ではないですが、うん、あの結局この映画祭カンヌ時代開催、友人で開催するのかどうかっていうのも結構揺れてたし、ね、かなりギリギリまで、かなりギリギリまで決まんなかったじゃないですか。そうなんですよね、うん、で、そんな中で多分1ヶ月ぐらい前にアルチュールから決まった、うん、ある視点のオープニングになったって連絡来たんですけど、うんうん、何せ1ヶ月前だったんでえ、その時ってじゃあまだ見てなかった見てなかった。見てなかった。見てなかった。あ、そう。じゃあ完成形見ない前にカンヌをあるして決まったよっていう知らせが届いた。カンヌで見ようって。そう。撮ってる時から言ってたんですもんね。もうカンヌでとにかくやっぱりコロナの野郎ですよね。そうなるとね、まさにね。でまあこれだけまあ出演メイン呼んでくれたんで、あの誰か一人ぐらいいけるだろうと思ってたんですけど、津田さん、千葉さん、遠藤くん、加藤さん、井上くん、伊勢さん、誰一人行けず、みんな仕事が入っちゃって急でしたから。そんな中、隔離もあったし、ね、隔離もあったし、2週間隔離っていうのがね、帰ってきた後の2週間隔離が撮影で引っかかっちゃうとかもあって、みんな行きたがってた、みんな行きたがってた。これだから俳優さんはいけないよな。だからあの浜口竜介監督は、まあ、監督さんだからその隔離期間も含めていけるけど、俳優さん現場ありますもんね。難しかったですね、タイミング、ね、ただ唯一この中で暇だった僕はここでね、僕あのそのアルチュールの電話をもらった時も内装屋の現場でした。昼休み、あ、そう、そっちの現場だった。こっちの現場で、もしもしって言ったら、アルチュールが出て、なんかフランス語で教えてくれて、なんかフランス語で教えてくれて、カンヌ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 とはっつって、そんで僕だけ暇だったんで、痛いよかったね。いやいいでね、最後までね行くかもって挑戦してくれたんですよ。ただねこれね、その前に、とある美少女戦隊もののテレビ番組を受けたんですよ。ああ、そうなんですか。でね、僕ね、いやいや、いっぱいお仕事があって、お仕事があって、素晴らしい、めちゃ笑うじゃないですか今なんていうんだっけ、忘れちゃった。その監督と、はい、何回か仕事してて、なるほど、そういうのやってるんだけど、でぜひ呼んでくださいって言ったら本当に呼んでくれて怪人役で、怪人役でね。それの撮影が
ちょうど雨でずれちゃった。あらら、予備日が、ね、予備日が引っかかんなかったらいけたんだけど、見事に予備日使うことになってしまって、終盤はなんとか松浦さんを送り出せみたいな。そうそう、みんなね協力してくれて、松浦だけでも行けみたいな。俺も散々こねったんだけど、やっぱどうもどうしても動かないもんじゃないから。で、遠藤君もどうしてもその隔離2週間が厳しいですっつって、俺遠藤君に思ったの。お前主演だろと。お前映画やりてえっつってだろっつって。まあ加藤さんも泣きながら肩組んでる。遠藤君も泣きながら。自分映画のためにやってきました。本当かいね。あれだいぶ持ってる。あいつはそういうやつなんで。なるほど。松浦さん、俺だって行きたいんすよ。松浦さん今何やってんすか。俺もん中で内装屋だ。それは答えることにする。それにも言ってた。内装屋だよずっとさ。ただ予備日が引っかかってんすわ。でもね、今やっぱり遠藤行けなくて、誰か一人でも本当に行って、ね、空気してきてほしい。誰も行けなかった中でワンシーンだけ出てた森岡龍が自腹で行って遊びに行ったっていう。遊びに行ってた森岡さん。で、なんか結局ね、アルチュールとみんなと合流して、めちゃめちゃすごいでしょ。レッドカーペットあるじゃん。あ、そうでしたっけ森岡さん。ちょっとそれ歩く直前までスカイプつないで、俺とかタイガとか津田さんが見て、おーっつってやってたっていう。みんなに。俺それ知らねえぜ。いやいやいや、今ちょっと混ぜちゃう。LINE グループに来てましたよ。LINE ないからちょっと時差あるから。LINE 入ってない。LINE 入ってないから時差あったんですよ。連絡行ってやるんですよ。あまあまあでもまあ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 、ね、森岡龍もね、頑張って、そうカンヌも、でもよかったじゃないですか、ね、いや本当に一人でもいけてね、一人でもよかったですね、うん、いやよかったよかった、遠藤君能面作ってね、そうやってたよね、感動した。いやだからね、でもそれぐらい、そうやっぱクオリティはすごいですし、うん、でもそうか、でもそれだけじゃあ、撮ってからの期間がね、だって前お話、松浦さんとお話した時ももう撮った後だったし、撮った後でしたね。だからそのやっぱりね、だから公開されないんじゃないかみたいなことってちょっと思ったりして、僕は思ってましたよね。やっぱりそうこれね、題材的にも難しいところだろうしっていう話はずっとしましたよね、うん、やっぱりそうなんだ。コロナもね、やっぱかぶるんだっていう、コロナなんだろう。私まあ素材もあ、ね、話もそうだし、まあ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 、正直ね、まあ日本で公開しなくても、うん、まあいいかみたいな、うん、あ、そうなの、ギャラもらったからって言ったんですけど、エレファントハウス様がそのね、難しいんですよ、ね、そういう時でちょっとかもな、歯がファンになっちゃった、ちょっとだけね、この日本の配給にエレファントハウス様が手を挙げてくださり、そしてフリーストーン様が宣伝を買って出てくださり、すごいね、このね、小野田島屋を超えて東方でもうやってくれたと、だからあれですか、最初に使者見た時どうでした、ちょっとね、やっぱ言ったら 2年ぐらい、経ってから2年ちょい経ってみたわけでしょ、どうでした、一本の映画として、加藤さんいかがでした、完成、ね、いやすげえもん見たなっていう感じですね、なんか一斉はそんなにしたね、諏訪さんとちょうど話してて、あ、諏訪信弘監督が出てるんですよね、パパ役で、パパ役で、俺がすごいよな、すごいものを見たし、お国様のためにっつって諏訪監督が出られたのって、吉武美智子さんのつながりってことでよろしいですか、ね、諏訪さんのに、あ、撮影がトムがやってて、ライオンは、あ、そうだ、やってて、アルチュールは出てるんですよ、出てる、はい、でしかも吉武さんがそこについてたから、はい、もうその流れでなぜか俳優にという、そうです、すごいですよね、よかったですよ、いや、よかったですね、びっくりした、インターナショナル版の予告編なんて諏訪さんから始まりました、ね、あ、そう、これは身が引き締まる、これはすごいなすごいな、でもあれですよ、結構現場で会われてないシーンもたくさんあるわけでしょ、言ったらこの映画って、そうですね、だからじゃあ初めて見るシーンも結構混ざってご自身が出られてるシーンがこう組み込まれてるわけですよね、で基本的にモニターチェックを俳優部してなかったですよね、どう撮られてるかも分かんなかったし、時間も経ってるしね、時間も経ってるし、松浦さんいかがでした、見た時、
やっぱね、初号って自分の芝居の反省しかないんですよ。皆さんそれやっぱり役者さん言いますよね、うん、一発目ってやっぱり自分のご自身のところに集中して見ちゃって、うん、で反省をするっていう。そうですね、うん、首くくろうかと思いましたね。俺はタバコ吸ったじゃないですか。タバコ吸ってたそのダーッと下打って3時間で、でもなんかその作品によっては一発目からいやいい演技してんな俺みたいなことってないんですか。いやないな。ないんだ。胃が痛いですね。基本的に俺は嫌だよね。正直ってね、お二人でも胃が痛くなっちゃう。お二人でもってどういう意味だってね。そんなもう見てる側からしたら何の日の落ちどころもないお二人です。いや松浦さんそうあるよね。そう、胃が痛くならなかった一緒に見たのはあれぐらいじゃないですか。ジュオン怖くて怖かったですね。二人ですごい怖かったですね。怖い怖いって言いながらあれは胃痛くならなかった、じゃあ、うん、じゃあ何回か見たらちょっと冷静に見れたりするんですか、作品としてだと思います。何回見ました。俺でも2回ですね。1回公開してから1回行きました。劇場に、はい。こういうところがね、俳優の鏡なんだ。普段あんま本当行かないですけど、恥ずかしいし。あ、そうだ。これはもう一回見たいな。でも普通に好きな映画だったなって思って、ちょっと小学校の時やっぱガーってなってるし、胃も痛いし、いろいろあるから、ちょっとちゃんとお客さんとして見に行こうと思って。いや、これすごいと思いますよ。行きました。いや、だからなんかそう、なんか稀有な体験したなみたいな気持ちに。確かに時間の過ごし方というか、なんかね、まあ、実際でも本当2ヶ月3ヶ月ぐらい向こうでいたっていうこと自体、何かも一つの冒険をやってきたような体験がありますよね。すごいなと思います。いや本当にこういうことってあんまないじゃないですか、俳優部としても。ですよね、だからね、本当いい出会いができたなっていう。特にそのやっぱり日本映画のシステムってことを考えると、本当にこういうスタイルでは作られてないから、そもそも、ここにやっぱり参加されてるっていうのはすごいことだなって思いますしね。いや、なんかね、本当に上がり見てですよね。ああすごかったなって思うようになったのは。そうか。いやこれはね、でも僕もびっくりしました、やっぱり。ちなみにその、そう、あの資料読んでた中に、はいはい、アルチュア・アラリ監督は今回頭の中にあった映画の一つとして、あの若松浩二監督の実録連合セクの浅間山荘の道を挙げられてて、あれ松浦さん参加して、はい、出てるでしょ。はい。そう、待って、アルチュア・アラリ先生がまあでも連席ね、あ連席ね、まあ出ていたことは出ていた。出てました。はい、あの楽しい撮影でしたね。でもね、連席の感じは僕やっぱりちょっと思い浮かべました。あ、本当ですか。やっぱり。なるほどね。うん、そうどういう具体的にはところが、やっぱりあれですよね、集団である極限状態に行って、はいはいはい、それでその関係性が変容していくのを、はいはいはい、この尺の感じで捉えるっていうのがやっぱり近いっちゃ近いんですよね。いわゆる山岳ベースに入ったの粛清事件が起こっていく過程の仲間の頃、そう言ったらこれも、ね、まあ内ゲバ的な話といえばそうかもしれないっていうところがニュアンスとしてありますもん、ね、やっぱりこう人間が2人以上になるとそこに政治が生まれてくるっていう ね、 いいこと言うじゃないですか。森さんがそういうことをおっしゃってるわけですよ。まあでもそういうことですよ、ね、さすがですね。そこに政治が起きる、まあ、はい、でも構造はね、やっぱり、まあ、そうそう見せるってる。でもさ、映画なんて大体さそこしかないじゃん。人間がさ言っちゃえばね、集まって極限状態になっていくなって中で、ね、やっぱそこでしかないから、ね、ドラマは全部政治的メカニズムである。そう、確かにその通りでございます。っていうのを森さんが言ってましたよ。まあでもね、だからそういうのもやっぱりアルチュー・アラリ監督がご覧になっていて、もちろんだろうね、全部ここに入ってるっていう、すごいですよ、素晴らしい映画だと。いやもうぜひね、これ皆さんにぜひ見ていただきたいんですが、はい、何分ちょっと上映のね、環境もありますし、3時間あるんで。でもね、3時間全然大丈夫っすよ。短いぐらいじゃなかった。僕は体感が、本当全然それは感じなかったです、ね、感じないですよね、で
見てくれた人も結構そう言ってくれる方すごい多いです。いや多いと思う、うん、だからそもそもやっぱりその5時間バージョンが最初にあって刈り込んでるだけあってあのすごい密度高いんですよ、うん、いややっぱ出てる人芝居がいいじゃないですかこれねあのもうちょっと言わして言わしていいですか、すいません、あのもう津田さん千葉さん一斉さんねもうこの邦画を代表する人々、なんか言ったらあれじゃん、その授賞式の時のこの名前をやたら列記する人みたいにすぐなるなさっきからいやあのね本当そうなの、ね、見てほしいの、うん、あのすぐ言うよな、うん、あのね何がじゃあよかったか言おうかじゃあ、はい、あじゃあ加藤さん的に、あそうですよ、もうだから見どころ誰君は急に司会がいとく松田優也、はい、何でも知れるだから司会とかやりたいじゃないのやりたいですね、仕事仕事なくなる俳優の方の仕事がなくなる、なんかすごいやりたそうだもんいやいやいや、あということで今回はアルチュール・アラリ1万円を超えてね、あの小野田1万円を超えて出ている加藤慎介さんに聞きたい松浦優也の、ここがおすすめというコーナーですか、松浦優也がおすすめ、松浦優也すごい出してくるよ司会がゲスト呼んで自分でおすすめやばいね、ここがねやっぱねこれ何回名前を言うかつけめ心これカット釣りで何かやるじゃん俳優ってそうやな、そうそう、そこがね、爪痕残そうとしすぎなの、だけどそういうところから来たから俺はピンク映画ね、自主映画から来てるからここまで、ね、ワンカットだけでもこの一瞬爪痕を届くということです、すごいよ、はい今日はですね、ゲストの加藤さんと森さんに僕まさにゲストの森さんで、はい、お二方、ですね、まず津田さんと遠藤さんのここは見どころというところですそっから行くんワンシーンぜひ挙げていただきたいんですが答え答えで行くんだ、はい、俺すぐ出てこないんですよ、いや、ありすぎて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 、わかるわかる、それだって終電だよじゃあ違うとこから行く、うん、いやいや大丈夫ですよ、だからじゃあ、いやでも津田さんは、はい、やっぱ俺一人ずつ立つんでるとかやっぱ全体やばいと思うんですよね、あの一人っきりになってからね、そうやっぱなんかあのそこまでの時間を遠藤君が津田さんに変わってるから本当は体験してない、僕らが撮影中に体験した2ヶ月ぐらいを津田さんの体には何もないはずなのに、それを感じるぐらいやっぱ俺たちのことを思ってくれてるじゃないですか、普段会ってもいや製麺チームは本当にいいよねっていうぐらいなぜかすごい思い出があるんです僕らに、でやっぱそれぐらい思って立ってるからあれだけの仕草にやっぱ絶対出てるよね、もう こういう映画なんだなって、うん、あの津田さんのあのシーンのために僕らの前半戦、うん、何時間1時間半ぐらいあるんですかね、僕らはみんないなくなっちゃうまで、うん、青年期のシーンがあったんだなっていうのをそうこのための映画だっていう気するんで、もうあとはもう大学に出てきてまとめてくださいみたいなもう本当にあのもう大河さんいい流れで出てくるような、ね、大河もきっちりお腹壊したって言ってましたね、あそう、はい、きっちりだ、みんなみんなちゃんと洗礼を受けるんですね、お腹壊したって言ってました、大河のよあすみません森さんでした森さんどうですか、いやいや素晴らしいですよ、でもねおっしゃったように、本当にその津田さんがそうなんですよね、あのいきなり実は出てきてるわけなんですよね、うんうんうん、ところがそれまでその劇中で起こった時間のあの経過を全部一身に受け止めて、そのリアリティを画面の中で体験しなくちゃいけないってことをやられてるってすごいっすよね、あれだから芝居の作為とかを超えてるじゃないですか、超えてる、うん、あの木に寄りかかってこう一人佇んでるカットの時に、うん、俺ほんと鳥肌だったんですよ、いやですよね、僕もだって立ってるだけだから、いやそうなんですよだからもうそれあれ芝居を超えてるってことなんですよ、うんうん、でそれをスクリーンを通して見てる観客に伝えてるって、いや半端ないですよ、津田さんやばいっすよいや俺がだからもうちょっとねあの言語能力があればやばいっすよみたいなバカなこと言わないんですけどでも本当あれはすごいんですよね、出てこないから、でもやっぱその
言い訳だけど、やっぱ言葉にならないものに行き着いてる感じしますよね、うん、そう言語ができない、言語で説明できれば、うん、まあ、かっこいいかもしれないけど、うん、ね、俺らやべえぐらいしか言えない領域に、なんか映画も津田さんのあの演技も存在がなってますよね、うん、それがいいですよね。これはなんかこういう映画なんですよみたいなことじゃない、うん、ちょっと映画に、うん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 、そこからもうぐんぐん入っていっちゃうから、確かに確かに、いやそれはもう本当遠藤君も、うん、すごくいいでしょ、我らが隊長、我らが隊長ちょっとですね、隊長ですもんね、我らが隊長、うん、僕ベストカットあるんですけど、はいはい、俺あのやっぱかっあの中野学校を告白するシーン洞窟であ、はい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 、自分はそこにいたんだっていうね、そこにいたんだ、うん、あそこの遠藤君って神がかってんですよ、うんうん、で一緒に洞窟で芝居してて、やっぱこうあんまないんですよそういう体験って、うんうん、こいつのあくまで僕は俳優武道士だと思ってるから、うん、そのなんていうの、個人を超えて引き込まれてくっていう瞬間があんまり正直ない、うんうんうん、ただあのカットに関しては、うん、こうぐーっとこう飲まれたっていうか、あの遠藤君の芝居に、うん、なんか持ってかれたんですよね、うん、であそこの遠藤君の集中力と、うん、あのなんていうの、あいつは本当に自分をこう追い込んでいくタイプなんで、その追い込み方っていうのは半端なくて、いやゾッとしたんですよ、あそこもだから同じように鳥肌立って、いやすごいシーンがあって、もうちょっとねこう確認していただきたいけど語り尽くせないですよ ね、 ねあれだ、本当にあの階層挟まってるけど、その、うん、そのまま全部言ってますからね、あれセリフになって僕らずっと座って、あの、あんないや、あのあのシーン全部聞いてますからね、あ、そうなんだ、一連でバーってやってます、一連なの、あれね、オフセリフなのに、うん、芝居中で、あの、全部言ってるんですよ、あ、それはいい話っす、ね、で、それは、うん、遠藤君がすごいの、あの、監督、ここ切んないでくれって、ある中で切んないでくれって、うん、ここは一気にやらせてくれっつって、うん、提案して、うん、ある中もいいよっつって、だからその万感の思いを込めて、あの中野学校のことをこう自分でこう噛み締めながらセリフに出したんですよ、 あれじゃあそのまま行ってもよかったのにね、ワンカットいけましたね、ただもう撮ってたから回想シーン先にね、順的にね、あそこだって出なかったら一斉さんもね、あの龍も出れなくなっちゃうから、まあまあそうか、そうだね、あそこはちょっとね、ただ俺はあの遠藤君の一本の芝居で押せたと思う、すごいっすね、いやもうホントすごかったね、それこそ目に絶対鳥肌立っちゃうような、うん、いい時間ですよね、あれね、あのカットかかった時にスタッフから拍手起きたんですよ、あすごい、クーペって言った瞬間にクーペもうあのそうすごい、だからそれを言語を超えてたと思う、あの日本語だから、ね、みんな分かんないよ、フランス、ベル、EU、連合も、あとカンボジアの子たちもみんな分かんないはずなのに拍手してたから、いや相当すごかった、すごいですね、どうぞ、いやそこもいいですよね、もうでもごめん、あ時間ない、いやちょっと巻いた方がいい、巻いて、巻いて、そうね、もう2時間2時間やってる、2時間やってる、巻いてけど俺も遠藤君のこと喋りたい、そうだよね、ちょっとここから手短にしてください、あのいやつまんでってください、まあシーンはそこもいいし、うん、親父さんのね、あれで揺さぶれるところも、うん、あそう、諏訪さんとのじゃなくて親父が出てこいっつって、あの歌えることあそこもやっぱめちゃめちゃ、松田さんも含めめちゃめちゃいいけど、全体やっぱ遠藤君のあの若者のその揺れ、うん、ナイーブさんみたいのがずっとあるんですよね、うんうん、それがだんだん成長してって、うん、俺らの隊長として君臨しても、うん、やっぱ青年期の遠藤君演じる小野田にはずっとそのナイーブさがずっと内在してるっていうのがめちゃいいですよね、あれちょっとどうやったらできるのか分かんないですよね、すごいよね、あれはなんかどっちかに絶対偏っていっちゃいそう、なんか体調みたいになったらもうちょっと ね、あれ父親的な存在になるのが強くなったりするけど、その中でも常に揺れてるのがやっぱすごいなと思いますね、それめちゃめちゃいいご指摘ですよね、そう思います、揺れはどうですか、いやいやすごいですね、いや演技のことは本当素晴らしい、いやでも僕もねそこですよね、その体調なんだけど若者の感じじゃないですか、揺れる青年像のまま行くんですよね、
で、ちょっとその、なんだろう、やっぱ顔立ちの感じの、あの青い感じっていうのが、すごいそのポイントになってんだと思って、うん、あれ、絶妙ですよね。すごいですよ。うん、本人はね、結構意志、本当に強く持ってる。いや、もう本当、素晴らしい人物さん。だからその小野田っていう人物はじゃあ何なのかみたいな、やっぱり問いがどっか残るとこあるじゃないですか、はい、そういった時に、一つのシンプルな物語みたいなものをこう命令として与えられて、それをもうやめだって言われるまでひたすらやる男の話っていう感じがあるから、その意味で言うと小野田ってあの時間が止まった男っていう感じもあるんですよね。だからその感じがちょっと出てるんですよね、その青い感じがずっとキープされるっていうのは。でも周りの人たちはあの割と時間経過があるんだけども、小野田って結構その空白の中心みたいな感じがあって、なんかそう、だからその若さみたいな、はいはい、若さとか青さがずっと残ってる、はいはい、でその、津田寛治さんもその感じをちょっと引き継いでるっていうのはすごい僕も思ったんですよね。だから俺たちのこと忘れないとかなっちゃうみたいな、うん、それってもうね、達観してたら全然忘れて一人でジャングル慣れちゃう、うん、そうなると思うんですよ。なんかちょっとその青春映画っぽい感じもあるんですよ、うん、ありますよね、うん、こんな最後の方ですごいいい話が出たカットシーン多いからな今回からね、一人一人あるね、あれ松浦さんのこと答えたいですけどね。いやいや、ちょっと井上宏はね、すごい繊細な、ただ一人その終戦なんじゃないかっていう、うん、そう、一番最初にだから疑問が湧くので、ね、最年少の、うん、ね、彼なんですよ、ね、やっぱり一体誰と戦ってるんですか俺たちは、うんうん、いや本当難しい役なんですよこれって。だって常遠藤君もそうだったけど、常にそのどっちを信じればいいかっていう振り子の揺れがあって、うん、そんでな、その中でこうやっぱこの確信にこう自分の中で持っていくっていうすごく難しい役だと思うけど、いや井之脇海はね、その繊細さがこうあって、うん、アルチュールは演出して、もう一回やってくれって言った時にそのほんと繊細なこの変化をつけて変えていくんですよ芝居、うんうん、なんてやつだと的確に踏んでいきますよ ね、 あいつはすごいよね。あ、すごいですね。いや本当にちょっと年下だけど俺芝居習いたいもんあいつのあの繊細なこう引き出しっていうかそうですよね。いや素晴らしい。あと千葉哲也さんもそうだし、あともう島田久作さんについて一言だけです。どうぞ。撮影中に島田久作さんと意気投合したことがあって。ほう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 。僕実は島田久作さんのブログをちょいちょい覗いてたんです。あ、そうなんだ。はい、うん、あの島田さんと猫の写真のことが好きで、島田さん猫を飼われてて。はいあのブログ好きで僕ちょいちょい見てたんですけど、うん、あのその話を知ってたらなんか映画の話になってて、うん、島田久作さんめちゃくちゃ映画詳しいんですよ。シネフィルなんですよ。なるほど。あのね、カンボジアのナイター、ジャングルの中で待ってるナイターの時に、うん、あのカンボジアのジャングルの中であの瞬間多分僕と久作さんだけだと思うんですけど、うん、ブニュエルとかオリビエラの話をずっとしたんですよ。ベストファンベストファンかっこいいじゃないですか。あのね、あの満天の星空の下、ジャングルの中で、うん、久作さんと、うん、その映画の話をしてるってなんて贅沢なんだと思って、うん、いいじゃないですか。甘い時間です。いや、めちゃくちゃ覚えてるんですよ、うん、あの人本当映画好きなんですよね。ぜひね、それもこの映画に出てると思うすごいすごいまとめ方ね。ブレッソンとかブリエの話をして、うん、じゃあ僕そろそろ現場ちょっと見てくるわって言って、うん、ずっと待機されてたんですよね、現場の自分の座り。そう、それそこからでも撮影それよ、それで、ね、そう、それで、うん、でもすごい時間かかるんですよやっぱ、うん、あのスタ、ね、セットまでセットをセッティングするのに、うん、だから僕らそのリズム知ってるから、うん、まだ早いんじゃないかなと思うけども、久作さんはやっぱちょっと、うん、現場行ってスタイルだからって言って行ったんですよね。僕らがやってきて久作さんがこう一人で佇んでるシーン、うん、ずんって、はい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 、あそこにまだ照明セッティングの前から現場に疲れて、うん、こう集中されてたんですよ、うん、
でやっぱこう2時間近かったよね、多分2時間ありましたね行ってからずっと傑作さん帰ってこないけど大丈夫かなって俺らも、うん、俺も姉妹なんて見に行ったのに言って、でもやっぱ一人だって、すごい、いやこれをフランスのクルーとか、うん、カンボジアのクルーとか見て、うん、あジャパンの俳優やべえなと思ってたと思うんですよジャパンの俳優、うん、だから俺らもちょっと誇らしげだったんですけど、それを旧作さんがもうやっぱり先陣を切ってやってくれて、ね、ずっと本当帰ってこなかったですもんね、あの時、うん、いや素晴らしい、素晴らしいですね、見てました、そう素晴らしいしかないです吉岡さんと足立さんの話もしたいけどそろそろもう終わらせてくれという雰囲気をひしひしとしてくれて、ね、はい、やったら次は松浦さんの番組の方で、あ、じゃあ次は、はい、これ以降はね、うん、独自にやって独自に、はい、まあ、とりあえずでも本当まだご覧になってない方はもうあの今年有数の一本であるのは間違いないので、ぜひご覧いただきたいと切に思います。いやでもお二人の関係も美しいものがあると思いましたので、いやもうあのシーンは加藤さんが殴ってくれって言ったから、言ってくれたから、あとちょっと人気のインスタとか自分で書いちゃってるから、はい、というわけで、はい、ありがとうございました、ありがとうございます